いやー今日は朝から働いたね、はい、いやー長かったね、今日はね。いつもは結構ラジオだけとかね、夕方入りのラジオとかそうだねあって、今日は午前中から働いた。午前中でしょうか。午前中、まあ昼過ぎぐらいか、あれ昼過ぎ、まあ起きたのは午前中だけどね。でもそうだ、昼過ぎから今日は働いた気がするよね。働きましたよ今日は、朝から来たよ。まあ兄貴の加藤兄貴の、はいはいはい、ダッチ2万でね、出ましたね、出てきまして、ちょっと Wii の話で盛り上がって、でなんでスッキリで言わねえんだって、ちょっと行ってやりましたけど。おお、言った、あ、楽屋行ったの。楽屋行って普通にだからこういう話になってますみたいなこと、なんで言わないんだと、こっちになってるでしょ、このラジオでは、まあ、なんでスッキリで俺らの話題言わねえんだと。全く触れなかったもんね、知らねえよっつった。知らねえよ、知らねえよ知らねえよっておかしいよ、出てきましてね。まずその後に、まあ笑うお正月ですか。はいはいはい、これまたお正月のあのネタ番組ですよね、もう正月それ4日とか3日とかですよね。そうだよ、なんか知らないけどあの番組に限って俺らだけ、俺らとアンタッチャブルかかな、だけだと思う。新ネタ縛りなんだよな。そう、縛られてんの。その縛られてんだよな。これ不思議、ね、これ聞いてる人ちょっとあれかもしれないけど、意外に芸人っていうのはそのネタっていうのはテレビで下ろさないからね。そう、あの大体、ね、ライブとか舞台で下ろしてからテレビでやるから。そう、何回かやってからだね、こう滑受けないところは直していって、そこでテレビでやるわけでしょ。そうですよ、テレビっていうのはね、何万人の前でやるのと一緒ですから、まあ、何百万人とかなりますよ、はい、今日も新ネタやってな、昨日ちゃんと小木とジョナサンでなネタ作りして、アルジョナさんでな、2人でアルジョナさんで2人で、まあ懐かしかったけどさ、2人でジョナさん行って夜の1時ぐらいから3時ぐらいまで、3時ぐらいか作ってたよね、3分ぐらいの漫才を、はいはいはい、で案の定ちょっと滑ってさ、俺悔しいよなんで滑るんだよ。なんだろうな、あれ面白かったよな、ジョナさんでは、ジョナさんでは一番ウケてたんじゃない、ジョナサンのどんな客よりも。そうだよね、まあ、ウケてたよあれは。ジョナサンでニコニコしながら作ってたんだよね、そうそう、面白いなって、笑っちゃう笑っちゃうっつってさ。そうだよね、で3分間ぐらいでいいからっつって3分間で作ってね、ほんま緊張したけどな。やっぱ緊張しちゃう、すごい緊張しちゃうね、毎回なんか笑う正月でって笑う正月、夏休みとかでしょ、笑う夏、あれ毎回緊張するんだよな。あれなんでうまくいかないんだろう、あの番組であのネタやると、俺あんま受けた記憶ないんだけど。ないない、今までいない。だったらあの生のさ、あのヒットパレード、正月元旦にやらせ、あっちの方が本当は緊張するんだよ、生だから。そうなんだよ、なのにあっちは全然大丈夫。あっちそんな苦い思い出ないよね。ないのよ。笑うお正月とかの笑う夏休みとか、あれなんで変な感じになっちゃうの、あれ。あれね、不思議だよな、あのネタ面白くないのかないやジョナサンではすんごい面白かった、ジョナサンで面白かった、ジョナサンではすごい面白かったよ。俺それが今日心残りでさ、それ終わってきたじゃない、今日ここに、はいはい、あのネタがなんかもう一つだったからすごく嫌でさ、俺嫌なんだよ。もう一回ちょっとチャレンジしようよ、どっかでちょっとそれ、あのネタ、俺でも滑ったネタもう一回やる度胸ないんだよね。いや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 、それはちょっといろいろこれからさ、また頑張っていこうよ、あれを。あ、そう、あれ、あれをさ引き下げてさ、なんかどっか出ようよ、あれで、あの代表ネタにしてさ、それをなんで一回滑ってるやつ代表ネタなんだよなるわけないだろ。いや、どっかでなると思うよ、それは。なんかのきっかけで。これどうなんだろう、テレビ見てたら、まあ滑ってるっちゃ滑ってるし、まあ微妙なんだよな。まあ忘れよう、まあね、忘れようね、これは忘れていいんだけど、あとさ、先週さ、俺のまあお父さんの話したでしょ。はい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 、はい、前ずっとやってたでしょ。はい、僕のお父さんが山梨で見つかったっていう、ありましたね、はい、あれさ、今週か、火曜日ぐらいかな、火曜日、そう、ちょっと用事があってお母さん電話したわけ、はい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 、しちゃった、そうそう、お母さん全然違う用事だよ、はいはい、でもその話は終わった後にお母さんあれ聞いてた。聞いてたってどういうこと。あのラジオラジオ聞いてたの？お母さん。ラジオ聞いてて、超面白くて最後まで聞いたって。親バカだね、なんかね。もうね、先週聞いてて、もうね、結構毎週聞いてんだって。
すごいね。でいつもはね2時ぐらい寝ちゃうんだって、うん、ただ先週は面白すぎて3時まで聞いたって、うん、あんたすごいわねってラジオってすごいわねと、うん、ね、うん、あんなもうハガキでね、うん、メールとかでその情報がどんどん来るんだと、はい、はいはいはい、じゃあもうラジオですぐ分かるじゃないと、うん、でラジオで調べてもらいなさいと、うん、っていうふうに言ってたよ。なるほど、うん、あ、じゃあ何、現時点でそのお母さんはまだ分かってないわけだ。分かってないの。分かってないんだ。だけどもうラジオ聞いてるから、うん、もうラジオであんなリスナーがちゃんと調べてくれるから、はいはいはい、その私の出る幕はないぐらいの感じだった。なるほどね。でも一個間違えてたら本当に面白いよね、ジュンクって言ってた。ジュンクって呼んじゃった、ね。ジュンクって呼んじゃってさ。あ、普通に読めばジュンクか。ジュンクなんだけど、うん、ジャンク、この番組ジャンクなんだけど、ジュンク聞いてるってさ。それあえて直さなかったけど。なるほど。リスナーに聞いてもらって、いろいろ調べてほしいと。そうそうそう。このラジオで。ラジオで。ところがね、ここではね、うん、リスナーには聞かず、うん、まず俺が、え？小木リサーチをしてきました。嘘だろ？もうやってきました。小木一ですよ。え？言ったら小木一ですよ。あの例の。俺リサーチの原型ねえじゃねえか。知ってるじゃねえか。小木一ってお前リサーチって感じじゃねえだろ。あの俗に小木一をやってきたんですよ。せめて小木サーチとかなんか、もう原型ねえよ、もう。いや、もうほんと調べましたよ。ほんと？はい。嘘だろ？いや、調べました、マジでこれ。俺これも何回も。ほんとですか？ほんとです。ちょっとこれ、ちょっと俺ほんと心大丈夫大丈夫。いや、小木一はほんとすげえからな。そうよ、小木一ってすごい権威だからね。ああ、うん、これ振り返らなくて大丈夫？まあ一応振り返ってみようか。別にいい、振り返った方がいいか、ね、振り返ようか。一応ね、先週聞いてない人もいるから、うん、はいはい、先週だからどういう話したかというと、僕のお父さんが、うん、ね、僕はもう小学5歳ぐらいで離婚してます、はいはい、はい、親が、はい、でお父さんとなんならもう30年近く会ってません、うん、ね、それが、うん、だからお父さんの行方なんか何も知らなくて、はい、つい最近そのある AD からですね、はいはい、あの僕のお父さんが山梨で猿回しをやってるんじゃないかと、猿回しをやってるね、はいはい、っていう情報が入ったのもびっくりして、はい、その話をラジオでしたところ、しました、はい、いろいろその、うん、ラジオの聞いてたリスナーが、うん、それだったら私山梨近いから見てきますよとか、うん、ね、うん、いろいろ情報が入ったわけ、そう、あのね、山梨県にその猿回し劇場があるという情報も、そういう情報が入りましたよね、うん、そうなんです。それで？で、まあ、矢作の母、お母さん。お母さん。ね、言うには、そんなやれるような人間じゃないと、お父さんは。うちのお母さんはもう絶対、その時でも、あんた、正しいって言ってた。うん。それ絶対私が言ってることは正しいって言ってた。でしょ？うん。あんな大変な仕事はできない。できないって言ってた、うん。うん。でね、また他のリスナーからも、うん、川口湖には、うん、そのね、猿回し劇場っていうのが、まあ最初言われてたのがあるんだね。うん。それと他に、野猿公園っていうのもある。二つあることが判明したんですよ。はい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 。ね、はい、それが先週までの一応情報です。そうですね、そこで止まってますね。ここで動き出したのが小木一だから、ここまで情報があれば小木一はもうさっといけんのよ。さらっと、なんか小木一ってなんかリーチみたいな感じだ。そうですよ、リーチみたいなもんですよ。あ、リーチかかってるってのもかかってんの。そうなんですよ。だからもう俺に任せればもう行くんです、妻ですよ、もう。マジで？はい、行けるんです。うん、そしてですね、私がですね、うん、その河口湖にある、うん、野猿公園に、うん、電話しました。え？電話取材？おい、それやっちゃダメだろ。まあ一応だから、一応聞いときたいんだよ、俺だって。まあ一応電話したんだよ。やった？電話しました。え？野猿公園に電話した。はい、まあ。なんて。ね。二つある情報の一つの一つですよ、野猿公園は。ただ繋がらなかったんです。うん。まず。うん、おう、そこでね、町役場の観光課に電話したんですよ。うん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 。ね？うん。ただ今年潰れましたと。ほら。野猿公園。おお。ということはもう一つになってきますね。違うね、野猿公園じゃないね。じゃないでしょう。うん、もう一つは。残るは猿回し劇場ですよ。そうですよ。残る。山梨の猿回し劇場、ね。はい。そしてね、まあ次にその川口湖猿回し劇場の、うん、猿回しさんが所属する、須保猿回しの会っていうのがあるんですよ。猿回しの人が登録するとこでしょうね、その会。猿回し協会みたいな。そう、協会ですよ。あーはーはーはー。そこのね、須保猿回し会代表の紫さんにお話を聞いたんです。ほうん。で、まあまあ、いろいろ質問しました。はい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 。ね？ちょっと待って、怖いよ。怖い。お母さんも聞いてっかね。そうだよね、お母さん、もう今、すごい緊張してんだろうね。お母さん、ドキドキしてっかね。
はい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 、そうでしょうね。はいはい。まあまずね、猿回しになるにはね、どうなったなれんのかと。ああ、確かに。まあそういう質問をいろいろ聞いてみたんですよ。全然わかんない。はい。そしたらね、その紫さんの言うには、修行はモノマネ3年、味が出るのは5年。って言われてる。まあこれ常識ですよ、その猿回し界では。モノマネ3年、猿回しモノマネしなきゃいけないの？これね、モノマネね、やっぱするっていうのは、猿の気持ちを理解するために。え、猿のモノマネ？猿のモノマネですよ、ね。え？他のモノマネするわけない。猿のモノマネですよ。俺普通に郷ひろみとかするんだけど。関係ないでそんなもん。違うの？猿のモノマネです。それ猿の気持ちを理解しなきゃなれないんだって。あ、じゃあ猿回しをやってる人って猿のモノマネうまいんだ。うまいんだろうね。普段やんな、見ないよね。やるとこ見ないよね。もうだから、マルセ太郎並みでしょ。並みだ。並みでしょ、あれ級ですよ。そっかそっか。うん。それは修行が3年あるんですって、モノマネが。うん。そして、味が出るのは5年っていうのは、味ってのはね、どういうこと？味ってなんだよ。味って。味って。猿の味。まあ、なんで、そのモノマネに味が出てくる、出てくるんだろうね。5年ぐらいやんないと味が出てこないのか。うん。そうですよ。だから8年やるってことなのかな、じゃあ一応。だからそういうことだって、多分。だから5年っていうのは、最初はなんか、キーとか、ちょっと猿がやりそうな、いわゆるあれだよ。うん。松村さんの、たけしさんのモノマネみたいなもんで、はいはい、最初は、やっぱり、ダンカンバがやろうとか、ああいうやつから入ってって、今は映画を語る時の、たけしさんがやるじゃん。そう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 。おいらはよ、みたいな、そういう。普通の素の時のでしょ。素の時の映画語る北野たけしをやるじゃん。あれが味じゃねえの。確かに、あそこまで行くのに何年もかかってると思うもんね。かかってる。松村さんでもね。そうだよ。そういうことなんですよ。でも猿のちょっとした仕草とか、もうその、立ってるだけで猿に見えるぐらいの息なんじゃない？ 5 年っていうのは。そういうことでしょうね。そうでしょ。まあでも一生修行っていうことらしいんですよね、一応。まあ、そういうは言われてはいますけども。そうですよ。一生修行ですよ。まあ、そうですよね。で、まあ一応そう、まあ、矢作さんにちょっとお聞きしたいんですけども、それ矢作のお父さんつらその、モノマネっつうのはその得意な。いろいろちょっと聞いちゃうけど。それ猿の何で普通に。まあ何でもじゃ、まずはなんかいろんなモノマネからできないとやっぱ猿もできないでしょ。俺が、覚えてるのは、で5歳ぐらいまでの記憶だから、お父さんがモノマネしてた記憶がないよ、まず。そう、5歳ぐらいの子供って大体みんなモノマネして笑わせるじゃん。子供を。俺、何かしらのモノマネするでしょ。いや、俺お父さんでモノマネで笑ったことないわ、じゃあ。ああ、そう。俺お父さんで笑ったことない。笑, 笑ったことないの？俺お父さんで笑ったことない。ああ、そう。ああ、じゃあそうなのか。モノマネじゃあんま得意じゃないんだ。モノマネ得意じゃない。まあでもまあそれはね、まあ矢作がまあ5歳までだから、本当は得意なのかもしれない、ね。まあわかんない。俺がその、まだモノマネの凄さは知らなかった。知らない時期だからね。もしかしたらものすごいマニアックなモノマネしてて俺が笑わなかったかもしれない。気づかなかった。子供にはわからないのがあるもんね、そういうモノマネとかね、マニアックで、ね。いや、わかんないなるでしょ。なるほど。なんか俺がまだ子供なのに、例えば三船敏郎のモノマネされてもさ、まあ全然笑わないじゃん。わかんないわかんない、そういうことかもしれないし。ということはまあ、わからない。まあ一応うまいかもしれないっていうことですね。はいはいはい。そしてね、まああと他にも質問したんですよ。で、まあ、猿回しに向いてる人はどんな人なんですかと。お聞いたところ、紫さんは、まあ素直な人。ほんと素直じゃないダメだよ。なんだよそれ。素直だったらいいの？これどうですかこれ。お父さん。いや、素直じゃないでしょ。だって、その離婚した原因がそういうギャンブルだとか、ね、な、まあ、多分飲む、打つ、買うでしょ。酒、女、タバコみたいなことじゃないの、きっとね。まあ、そうですよ、ね。そういう悪いイメージですよ。素直じゃないでしょ、そういう人は。いやいや、それと素直じゃないは、比例しないでしょ。いや、素直じゃないと思うな。そう、だって、ギャンブルとかって言えば、素直な人でも、ほら、素直な買い方したりするじゃん。ギャンブル、競馬だったら競馬で、穴を買わずに、こう、本命。人って素直な人だから俺5歳でさ、自分の親父がさ、こいつ、買い方ちょっとあれだなとか、大穴狙ってんなとか、素直な買い方してんなとかわかんねえじゃん。気づかない5歳じゃん。わかんねえ、わかんねえんだよ。そうなのか。まあでも素直すぎるのかもしれないね、逆にね。すぎると、ほら、わかんなくなっちゃうじゃん。車のタイヤだって一回こう回ってんだけど、スピード出すとすごい逆回転に見えるでしょ。その例えが全然わかんない。そういうことだから、ただの素直じゃないんだ。素直すぎるとそれが逆回転に見えちゃうから。まあ、わかんない。じゃあ素直だったかもしんない。そうなんです。そう考えると。結構悪いやつって素直が高じて悪いことしちゃうから。
でしょ、うん、だ素直だったじゃなくて素直すぎるかもしれないでしょ、うんうん、分かる分かるでしょ、うんうんうん、そうなのよ。でね、まだ聞いたんですけども他には、うん、逆に向いていない人はどんな人なのかを聞いたら、まあ依存性の高い人、え、ね、人間力自然力に劣る人ってことです。ああ、うん、依存性の高い、依存性ってことは依存、人、あ、人を頼る、あ、そっか、いや人ばっかり頼る人だよ。そう？それはそうでしょ。なんでなんで？だってその前も言ったけど、なんかその、うん、例えばしょっちゅう借金とか作っちゃって、うん、どうにかしてもらおうとか、自分で返さなかった、返さなかった、いや違うと思うよ、そういう発想の人よ。まあでも借金はまあしょうがないよ、それは頼りたくもなるよそれは借金に関しては。でもそれよりも人間力、自然力に劣る人っていうのはまあダメなんだけど、人間力はダメじゃない、だってそんなさ、うん、あのお母さん、お母さんにね、うん、要は別れられてんだよ、振られてんだよ、うん、ね、お母さんの方から離婚だっつってんだから、振ったわけだ、そうだよ、そうでしょ、で離婚をなったわけ、そうだよ。でもそれ逆に言ったら、そんなお母さんを選んだのはどう、うん、人間力ないってことか、それも なんでお母さんバカにするの、うん、そうだよな、うん、まあでもまあそうだよ。じゃ自然力は、自然力とかわかんないよ、自然に、うん、ないよ自然なんて、そのキャンプとか連れてもらってもないもん、うん、うーん、まあそうです、キャンプとかそういうことじゃないんだよな、だから矢作に対してとかなんかこういろいろ、まあその自然体だったとかさ、うん、そういうことじゃないの、矢作に対して自然体でいられたでしょ言ったら、いやそれ普通に言うだろ、普通俺に対して自然体で言うだろ、息子に対してさいろいろなんか作ったりしないでしょ、ないそれはない、自然体だった、自然体だった、矢作に対して、うん、あーこれはそうですか、自然体だったんですかちょ、なんで全部その推移をしていくのねえ、なんで全部そっち当てはめてことするわけ、なるほど、いや当てはめようとかじゃなくて、え、まさか、まあいろいろちょっとね、まあ本当当てはまるのかなと思って、その質問にはと思って聞いただけの話で、ああ別にここ強引に当てようとかそういうことじゃないのよじゃない、うん、たまたま今そのままになってたわけじゃん、これ答え通りに、ああたまたまですよこれは。そしてですね、うん、最後におう、こんな質問をしてみましたそちらに、うん、渡辺という猿回しがいるか聞いたんです。渡辺っていうのはまあ旧姓ですよね、旧姓っていうか、お父さんの名前が渡辺、渡辺なんですよね、でお母さんの名前が矢作 で、ね、で僕はお母さん側に引き取られてるので矢作を名乗ってます。はい何ニヤニヤしてんだよお前、最初からお前そう言えばいいじゃないか、うん、そんな別に、いや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 、うん、大丈夫、心の準備は。ちょっと待って、いいよ。だってこのあれよ、猿回しが所属してる、そう、須穂猿回しの会の代表に電話して聞いちゃってんの。まあまあ、それはもう、おぎいちって。わかるよ、おぎいちわかるよ。おぎいちは聞いちゃうんだよ、わかるよ。だからもうそれは信憑性高いよ。そんな代表の人に、うん、渡辺さんはそこで働いてますか聞きました。わかったよ。それがおぎいち。いいよ、もうおぎいちアピール。ね、聞きたい？お逆に言わないでいいのそれ、ね、言わない、お前の方がはっきり言って嫌だと思うよ、ちょっとね、俺の聞きたさよりお前の言いたさの方が絶対勝ってるよ。ああそう思えちゃう、うん、うーん、いいよ聞きたいよ、聞きたいの、うん、どうしても聞きたい、それはそうでしょ、そんなもん、まあそう、どうしても、うん、どうしてもだよ、そんな当たり前だろいいよ聞かないでってなんないよ、ね、ああそう、うん、じゃあ言いますわ、はい、そちらの渡辺さんはね、はい、こう言いました、渡辺さんはこう言いました渡辺さんは紫さんね、それちゃんとして、その辺、はい、その辺ちゃんとして、まあその紫さんって代表の人にね、うん、渡辺さんはそこで働いてるか、うん、そういうふうに聞いたところ、はい、その代表の方は私に、ええ、いませんそんな人いませんっつったんですはっきりよ、はっきりいませんって、ええー、うん、本当、そういませんっつった、いませんってそんな聞いたことねって、渡辺なんて、えいないっていや、じゃあま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 あ、うちのお母さんの推理は正しいよね、うん、まあまあまあそうだけど、猿回しにはなってないと、そんな大変な仕事ね、うん、やるわけないと、うん、おう、いやでもそこで猿回しをやってないっ
ってね、思うのはまだ早いんじゃないの。隣の町とかさ、一応ら今河口湖だけで絞ってったんじゃなかったっけ、うん、そうだよね、うん、リスナーはそっちの方で遅れたでしょ。そう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 。でやっぱその隣の町とかさ、あ一応山梨県っていうのがまあねあれでしょ、うん、だからその中でまたどんどんやっていきたいと。おやっぱ猿回しの可能性がやっぱ一番でかいですよ。え、どういうこと。ちょ、何、どこで終わったの話。話はだから一応それいませんで終わったの、このね。もう今なんか続いてる感じしたぞ。いや、いませんで終わったよ。だから他の猿回しの、うん、他のとこの会とか、うん、そういうとこでもやっぱ探していきましょうってことです。あ、そういうこと。そうそう、それはまあ河口湖とかその辺のあの辺の周辺の、うん、教会ですか、猿回し教会ですから。でも山梨全部を把握してるわけじゃないんだ、その人。これは多分山梨ではないですね。あそこの、そのあの辺の一体のなんかどっかの猿回し劇場の、そうそうそう、あの辺のトップみたいな感じなの、うん、そう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 。あ、そこにはいないの。いないんですよ。だから他の町でも探していきましょうよ。山梨にまだ猿回し劇場なんてあるかね、他に。だ、それまたちょっとリスナーにいろいろ聞いて、うん、やっぱリスナーの声ないと俺も動けないですからね、おぎいちって。ある程度の情報がないと。いないはいないでいいんだけど、俺がこの前、その、うん、まあうちのお母さんの、ね、うん、絶対予想というか、まあ絶対予想、ね、言ってることは、例えばその猿回し劇場があっとしました、はい。そこの猿回しではないけども、そこの職員にいるんじゃないかっていう話なのよ。なるほどね。そうでしょ、ね、うん。だからそこの猿回し劇場に電話して、うん、猿回しではいないんだったら職員に渡辺っていう人いますかって聞いて、はい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 、聞いてもらえば、はい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 、正解で出たじゃん。なるほどなるほど、うん、ただ、うん、そのおぎいちはまだです。えそのおぎいちはまだです。まだそのおぎいちはしてません、その人には。その代表にはしてないの。うん、あくまでもおぎいちは猿回しっていうだけで絞ってきたの。それがおぎいちなの。それ以外のおぎいちはしてないの。あ、そうなの。そうなのよ。だからこれからですよ。まだまだ一周目ですか、これは。これからどんどんやっていきましょうよ。あ、そう。職員である可能性があるってことね。え？猿回しじゃ、矢作の、まあお母さんの予測では、うん、その猿回しというよりも職員だってことなんだ。うん、そうそうそう。なるほど。じゃあそれの、調べてないのね。おぎいちやっていきましょうか。いいよ、いちいちおぎいち。調べてるか調べてないか聞いてるだけなんだよ。いい、だからその辺のおぎいちはちゃんとやっていきますよ。また暇な時間があったらさ。あ、そう。まあ今週のおぎいちはここまでなんです。ああ。またまた来週のおぎいちに期待してくださいよ。なんだ、俺も今日その、もうてっきりさ、分かったのかと思った。そうなのよ、俺も簡単に捕まえられると思ったんだけどね。難しいね。あ、そう、うん、じゃあいいや、もう。そうなんですよ。あ、はい。あ、それでね、今ね、こんなメール来ましたよ、これ。うん、ラジオネーム、信長の17番弟子。うん。おぎいちすごいっす。おぎいちコーナーを作ったらどうですか。バカじゃないの、バカじゃないの。いいメールだね、これね。おぎいちすごいっすって、もうバカっぽいじゃん、だって。何、おぎいちコーナーって。おぎいちコーナーですよ。なんでおぎいちコーナー。おぎいちがいろんなね、いろんなものに対しておぎいちしていこうってことでしょ、だから。そんなコーナーできるわけないじゃん、だって。いや、できますよ。こうやって実際ね、やってきたわけですから、猿回しのことだって。え、おぎいちが。そんな評価してんの、おぎいちは。うん、そうですよ。他にも来てますよ。ラジオネーム、ズミ村正則さん。うん、おぎいちの、いません。うん。ひっくり返りました。最高です。最高です。大絶賛だな。なあ。まあね、おぎいちと言ったら、いませんが、あれ、有名な言葉ですからね。いや、ダメなんじゃないか、全部。おぎいち調べられないんじゃないか、結局。おぎいち大体調べられないんだけど、まあでも今回も大丈夫ですよ。最後まで。うん、山梨っていうのがもう出てますから。あ、そう。そこまであれはまたどんどん行くでしょうね、これね。なんだ、じゃあ結局調べる、まあわかんないのか。俺ちょっと楽しみにしてたんだけどな。っていうか、おぎいちがあったのは知らないけど、うん、今日のその、ラジオでさ、はい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 、先週聞いてた人が、いろいろ本当に内緒で調べに行ったりして、そういうメールが入ってて、わかんじゃねえかとか。そうだよね、見に行きましょうかまで言ったわけでしょ。そう近くに住んでるでしょ、多分。で、渡辺まで教えちゃってんだぞ、俺。そうだよね。うん。そうだよ。そういう、でも、来るんじゃない、これからちょっと。
そうでしょ、そういうメールが。おぎいちは知らなかったけど、そういうリスナーからの情報でなんかいいのがあるんじゃないかなと思ったんだけど、全然ない。まあやっぱ難しいんだろうね、やっぱね。うん、うんうん、なるほどね。はいはいはい、はい、でまあ、はい、ん、何、んまたなんか来ましたよまた、うん、ラジオネームスパさんからね、うん、おぎさん矢作さんこんばんは。はい、こんばんは。先週矢作さんのお父さんを見てきましょうかと言ったスパです。お、早速来ましたよこれ。すげえじゃん。そして日曜日に河口湖猿回し劇場へ行ってきました。おお、が4500円ぐらいで見れると思っていたら、うん、1500円だったので冷静になって考えて、矢作さんのお父さんを見るのに1500円は高いかなと思い入らないで帰っちゃいました。何してんの。そこで矢作さんに質問です、うん、果たして矢作さんのお父さんは1500円出してみる価値がある人なんでしょうか。知らねえよ、うん、あるよそれ。あるんでしょうか。あるよある。1500円ってすごいですよ。いや、いくらでも1500円ぐらいの価値あるって。だって楽しいじゃん、見に行ってその1500円でさ、いたと思うのが、うん、でも俺もなんか4、500円とかのイメージだったね。結構取るね。取るね、結構ね。ああ、まあ、よほどがすごいんでしょうね。だから技とかその辺のものがちゃんとしてるね。エンターテインメントなんでしょう、うん、ちゃんとしてるっぽいね。あ、何、見に行かないの。行かないんだ、そこまで行ってんのに。千五百円払うよ、俺が。それだったら、後で請求してくれていいからさ。ね、後で、ね、言ってくれればね、うん、書き留めでね、うん、送るのに。送るよ、もう。あー、一つの情報源がこれでなくなっちゃいましたよ。んで、ちょっとこのスパさんさ、うん、なんならもう見に行って、本当に請求していいから、この TBS ラジオ、やはりまで。そうだよね。あ、俺、それ払う。うん、うん、あとさ、このスパさんはさ、その猿回しの人がいなかった、でもそう、社員の方でまたそれ聞いてほしいよね、そこで働いてないかって、うん、だからネームプレートとかつけてる人がいたら、うん、やっぱチェックしてほしい。あ、でも渡辺だから、そんなに目の、いっぱいいる名前でしょ、いっぱいいる名前。そうそう、渡辺って、まあそんなに珍しい名前じゃないから、うん、ちょっと間違えちゃう可能性あるかもしれないけどね。渡辺ね、うん、確かにそうだな。そうなんだよ。何人かいそうだもんね。いそうでしょ絶対ね、うん、うん、そんな何人かいそうな、その渡辺っていう名前が、うん、猿協会には、猿回し協会にはいませんからね、そういうの一人も。多分渡辺ってのは向いてないのかもしれないね、そこはね。名前で向いてるとかねえんだよ。いや、普通はどんなクラスにも一人二人いるからね、渡辺さんっていうのは。もういいよ、じゃあお父さんもういい、来週大丈夫、待てんの？もう、ま、俺自分で調べてくる。ダメダメダメ、おぎいちがやるんだから、そういうのは。え？おぎいちがやるの。ダメなの、自分で調べたら。いいことないって。まあ確かにな、自分で調べてもしょうがないな。でしょ？そうだよ、そんな人がやっぱ調べて教えてもらった方が楽しいでしょ。そうだな、うん。お前の奥さんどうなったんだよ。奥さんどうなったんだよって急になんだよ。なんか、あんのがいる。あ、じゃあ、すいません。何？あら、ね。来た？なんか来た？ラジオネーム、うん、テトロポリキョン星人。うん。小木さん、矢作さん、うん、あ、小木さん、うん、矢作さんのお父さんも大切ですが、うん、来週は直太郎くんが来るんですよね。はいはいはい、はい、笑わせなきゃいけないんだから、そっち優先にしなきゃやばいですよと。ああ、もうそれか、来週か。確かにそうだよ、早いね。そうだよお前、もう来週来たか。そうだよお前、そうだよ、今日のお前笑うお正月でも滑ってんだしよ。うーん、これお前ちょっとやばいぞ。何が面白いか分かんなくなってきてんだよ。ちょっと不安だな俺、来週は辛いな。ちょっとやっぱさ、うん、ああやってさ、ネタ考えてさ、うん、ちょっと自分たちで面白いなと思ったネタが、そうでもない時ってさ、うん、ちょっと自分の笑いが信じられなくなるだろ。まあ、はい。でもこの状況で、お前来週挑んだら、間違いなくお前は直太郎くんに認めてもらえないぞ。うん、いやでも本当そうだよね。今の状態だったら、そうだよね、うん。お前作戦とか考えてんの？いや、それが全然まだなんだよな。おぎいちの方で手いっぱいだったんだよな、今週俺。おぎいち、おぎいちってさ、みんなおぎいちしろ、おぎいちしろってさ、家族の人からも言われてさ、まずおぎいちからだろうって言われたから、おぎいちばっかり。おぎいちってそんな一週間も全部使っちゃうから大変なことなの。おぎいち大変だよ、情報って。もうないの、なんかその。何？笑わせる方法。笑わせる方法か。直太郎くんだもんね。そうだよ。なんかこれ欲しいな。これもみんなに聞こう。まあどういうふうに笑わせたらいいのかと。やっぱりリスナーっつうのはさ、やっぱプロだから、うん、ある意味、うん、
笑いの。うん。なんで俺ら、ちょっと待って待って、今普通に聞いちゃったけどさ。何それ本当俺らじゃなきゃいけないんだけど。笑いのプロなんだからさ、うんって言っても。いや、リスナーってやっぱ相当、ね。まあ相当ですよ。俺たちには考えられないような、ものすごい発想の持ち主だったりするわけ。はいはいはい。ね。うん。だからこれ、頼っちゃおうぜ。まあね。ああ頼った方がいい。作戦。もう本当だってさ、テレビとかでよく直太朗君見るとさ、なんか、あの人変な人でしょ、なんか。変な、なんか。そうなんだ。変わってるのあれ。変わってんだって。なんか俺が言うのわかなんだけど。そう。なんか。シュールだろ。シュールなんだよね、ものすごい。で、ツボが全くわからないの。いや、だからシュールなやつってシュールで笑わねえぜ。あー。そう感じない？わかるわかる。シュールなやつってベタで笑うだろ。うん。ベタが好きなんだよね。そうだろ。うん。ものすごくベタが好きなのよ。わかる。テンションとかさ、そういうの好きだしさ。うん。なるほど、そうか。だ思いっきりベタな方向で行くって手はあるよ。ベタ。なるほど。振って振って落とす。振って振って落とす？うん。だからあれとかもいけんじゃないかな。昔やった、ランキングクイズとかさ。ランキングクイズ？うん。3位何々、2位何々、1位何々で答えってやつ。はいはいはい。動物ランキングクイズ？動物ランキング、あれすっごい面白かったでしょ？そうだよ。だから動物ランキングクイズって、ちょっとベタじゃん。ベタベタ。あれベタなのかな？ベタなのかどうかわかんないけど。うん、ベタだろう。まあ、どうなんだろうね。うん。うん。俺ベタって意外といいと思うんだよ。はいはいはい。わかる。ベタベタのやつ。うん。うん。それで言った方がいいのかなじゃあ。そう、だから、何しろ、まあ、ベタでもいいし、うん、もうこれ、リスナーに、相談、うん。そうだね、相談したいね、これね、今日ね。もう今日。特にね、うん、あの、直太朗くんファンの人とかもしいたらさ、うん。わかるでしょ。ファンの人ってすごいわかるじゃん。うん。あの人こういうのがツボですよとか、うん、こういうのでよく笑ってるの見てましたよとか、うんうん、そういうのも聞きたいからね。うん。俺全く知らないからさ。笑いのジャンルっていっぱいあるじゃん。うん。ダジャレだったり、はい、ね。モノマネだったり、はいはい、あとなんかこう、あいうえお作文とか。うん。ね。うん、あるね。うん。あ、大喜利とか好きなんじゃないの？大喜利ね。うん。なんとか大喜利とかさ。ああ、大喜利か。うん。大喜利、わあ、でも大喜利得意。お前もう大喜利で勝負しちゃえば、直太朗くんと。勝負なの話変わってくるでしょ、勝負は。勝負では負けらんないでしょ。ただあの人もなんかすごい面白いこと言いそうだけど。いや、言いそうな空気あるの？あるんだよ。あるある。雰囲気的に。うんうん、ボソってなんかいいこと言いそうだもん。うんうんうん、怖いな。その勝負は受けられない、俺は。怖い。できない、それは。そうだな。それは困る。いや、とりあえず、うん、今日のね、はいはい、ファックスメールテーマは、うん、おぎが直太朗を笑わせる作戦、うん。こういう作戦どうだと。うん。そういうの募集します。はいはいはい、はい。もう何でもいい。いいね。もう頼もしいね、これ。ほんとに。ネタでも何でもいいよ。うん。うん。あの、ネタいいね。ネタでもこうなんか、例えば、最初のつかみのギャグとか。はいはい。そういうの何でもいいし、うん、こういう感じで笑わせろと。うん。もうネタをくれ。ネタ募集。はい。うん。それで行こう。うん、頼みますわ。ね、今日、おぎが直太朗を笑わせる作戦、うん、今日のテーマでどんどん送ってください、うん、ファックス番号は東京 03-5562-9540、メールアドレスがメガネアットマーク tbs.co.jp です。ではその直太朗くんのニューアルバムから、風になって。のメガネビーキ、お前の彼女ってブスだよな。お前の彼女ってブスだよ。いやいやいや、お前の彼女がブスだろ。負けるって俺の。 TBS ラジオジャンク、この番組は週刊ヤングサンデーの提供でお送りします。小3の時、うん、父にこんないい言葉をもらいました、うん、お前には期待しない。だから気楽に生きろ、うん、それ以来俺は何のストレスも感じない気楽な生活を送っていますいやでもさ、別にいいじゃん、いいじゃん。いや、これ大成功ですよ。賞賛だよ。12月12日火曜深夜1時は、今年のいい言葉がたくさん聞けるいい言葉スペシャル2006、火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。
深夜1時からの雨上がり決戦ベシャリブリンは、構成作家の高須光義さんをゲストに迎えてお笑いについて徹底的に話し合います。オープニングファンタジーにしょこたんこと中川翔子ちゃんが再登場。話題のゲーム機任天堂ウィーも当たります。餃子の王将割引チケット300枚もばらまきます。というわけで12月13日の雨上がり決戦ベシャリブリンをお楽しみに。京子はずだ。おぎが戦車でやってくる、おぎやはぎのメガネビン。あれはん、何、直太郎くん来るじゃん、絶対神妙な面持ち来るじゃん。まあね、でしょ、うん、なんだなんだっていう感じで、うん、だからお前が誠意をもう直太郎くんに、うん、伝えるということで、うん、直太郎くんに手紙を書いてきましたっつって、はい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 、ね、手紙をね、僕のどんだけね、なほちゃんが好きで、うん、で、直太郎くんのことも大事に思ってるかっていう、その森山家に対して、うん、僕の誠意を込めた手紙を書いてきました。読んで、うん、なので聞いてくださいって言って、内容が全部ボケてる、うん。面白作文ね。面白作文。まあ、それは言わずに、そうそう。とこう。そうやって、どんどん読んでいって、笑わせるっていう。なるほど、うん、まあね、人のやっぱこう歌とかも詩がやっぱすごいから、そういう作文とかそういう文章に弱いのかもしれないよね。そうでしょ、下手したらね。そうなんだよ、うん、最初からだからもう背景みたいな、うん、とこから背景ぐらいから入ってで、うん、直太郎くんと、うん、入ってくる、まあ、それが女太郎くんでね、うん、最初いきなりね、うん、女太郎、女太郎くんへ、うん、まあ、これ絶対笑わないよ、これは。まあそこはもうこっちだって笑わすつもりありません、それは。それはそんなのそうでしょ、ね、うん、背景、はいはい、小名太郎か、小名太郎ね、はい、うん、背景もボケちゃった方がいいか、うん、八景多いにしようか、八景多い、八景多いって、八景多い、そこ別にあれでしょ、笑わすつもりないでしょ、うん、八景多いでしょ、八景多い、あ、ごめん、あ、背景かって言おう、八景多い、あ、あ、まじ、あ、うん、背景ね、背景か、八景多い、あ、背景、背景、背景かと、うん、小名太郎くんへ、あ、失礼ね、うん、ある、はっきり多い、はっきり多い、あ、背景ね、背景、うん、小名太郎くんへ、あ、失礼失礼ってね、うん、失礼、僕と奈緒さんが、うん、奈緒さんが、うん、知り合って、うん、から、うん、ほら、ボケそうよ、これボケてこれ。知り合ってから。僕と奈緒さんが知り合ってから、早何年？早。うん。2日。早2日が経とうとしております。全然面白くないな。な、僕と奈緒さんが知り合ってから、早2日が経とうとしています。うん。ね。これまだ全然受けてない。まあまあまあ、ここはもう、そんな、受けるつもりないですよ、まだこんな。うん。うん。早2日が経とうとしております。みたいなことよ。うん。うん、で、うん、次は早2日が経とうとしています、うん、うん、初めて奈緒さんを見た時、ああ、うん、はい、俺が書いてくから、初めて奈緒さんを見た時、うん、奈緒さんを見た時、うん、どう思ったの、ああ、うん、直太郎くんに似てるなーって思ったかな、そうで笑うとこさ、どっちまあ本人的にはもうそれ全然直太郎くんに会ってないから、なって全然知らない時だからね、直太郎くんにに、うん、似てるなぁと思いました、うん、チンコがってね島で行くそこと思いましたチンコがチンコがとチンコが、うん、そうそうそう、うん、ってなるでしょ、うん、はいはい、で失礼でしょ、うん、失礼、あ、失礼、あ、失礼、うん、チンコが、あ、失礼、うん、ってくるでしょ、うん、うん、そうでしょ、で、ナホちゃん、僕が奈緒さんのどこが好きかというと、うん、うん、奈緒ちゃんのどこが好きかというと、うん、どこが好きかというと、うん、何、なんだろうな、その、うん、
チン、あ、チンじゃねえ。もう一回チンコ言っちゃまずいもんな。それも絶対ダメ、絶対ダメ。うん。なんだろうな、うん、もう、どこが好きかというと、うん、その、うん、あ、ラインかな、そのライン、体のライン、体の、うん、あ、今何でも出てこないじゃねえか。全然出てこないな。ライン、ボケボケ作文を読まなきゃいけないから全部ボケていいぐらいなんだぞ。ああ、もうそれからどんどん行っちゃっていいぐらいなんだ。そうだよ、ね、こういうことでもいいっていうことよ。ああ、はあ、はあ。別に今考えるのも大変だから。うん。うん。それをスラスラ長く。そうそうそう。バーっと、ボケボケの。うん。とかね。とかでしょ、まず。あ、とか。うん。あと何なんだろうな、とか。うん。あとお前の得意なとこで勝負してもいいのよ。得意だね。うん。お前の一番得意なとこよ。携帯模写。うん。とかかな。でもね、ちょっと待って。うん。今この作戦俺らが考えてる間にももうどんどんね、直太郎を笑わせる作戦っていうのはね、もういろいろ来てます。リスナーから。すごいね、リスナーってね。うん、もうそんな来てんの？来てるよ。うん。ラジオネームスパ。直太郎さんは、うんこネタに弱いと聞いたことがあります。うんこネタに弱いの？うん。子供じゃん、もうそれ。だからほら、だから逆によ。あ、シュールっぽいから、うんことか笑っちゃう、ね。ベタな感じのがいいんだ。うん、そうそうそう。うんこネタ。うんこネタね。ちょ、これ全部、うんこネタって取り入れていった方がいいよ。あ、うん、うんこネタね、まずね。うん。はい、うん、ラジオネーム前。やっぱり森山家は音楽一家なので、はい、ただ歌いたくてというネタがいいと思いますよ。あー、俺らのね。あー、あー。あれどういうネタだったっけな。ただ歌いたくてって、なんだっけ、ハモるやつ。ハモるやつでしょ。松はとかでしょ。あれただ歌いたくてっていうタイトルだったっけ。ね、俺だから今何のこと言ってんのかがさ、ただ歌いたくてって。そうなんだ。そんなタイトルつけたんだ。いやー、あれちょっときついよな。きついよー。で、俺も参加するの嫌なんだよ。まあまあ、やはり、もう入ってきても全然いいよ。それは心強いけど。ラジオネームいつ。おじさん、直太郎さんに、うん、直太郎さんのモノマネをしてみたらどうですか。あー、僕らはでしょ。ひどいね。僕らはでしょ。全然できないな。本当にお前、うん、大丈夫か。俺お前ぐらい芸のない芸人見たことないぞ俺。だからモノマネは多分ダメかもね。だから、ね、芸がないもんな。うん、あ、うん、まあラジオネームヒットアンダーウェイ、はい、ヒットアンダーウェイ、直太郎さんの曲の裏を撮ってみたらどうですか。曲の裏ね、歌わしてみてね。うん、何あるっけ曲。夏の終わり夏の終わりにはただあなたに会いたくなるよ。会いたい。裏でもなんでもないじゃん。裏なんだよこれ。もう一応裏は裏なんだよ俺の中では。もうこれ絶対滑るわ、うん、これやばい。どうしよう、うん、ラジオネームクッション怖いよ、うん、小木さんが何かリアクション芸をすればいいんじゃないですか。例えばサソリを食べるとかはどうでしょう。なるほど、サソリを食べるリアクション芸、うん、そうそうそう。今日リアクション芸、ちょっとサソリ食べてみ。これサソリちょっと食べた感じでやってみて。リアクション芸ね。サソリ食べんなよ。うん、なあ、おぎ、サソリ食べんなよ。なあ、おぎ、サソリ食べんなよ。あっ、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 サソリ、あっ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 、熱いよ、サソリは。噛んだら熱いよ。あ、ひどいな。これもう最悪だぞ。やばいな、やばいな。やばいよ、おぎ。やばいよ、これ。今んとこ全滅だぞ。これ終わっちゃうね、これね。ラジオネームあなたの肉野菜。ね、肉野菜さん。森山で、あいうえお作文はどうですかと。なるほどね。ああ。全部ぶち込んでっちゃった。これ、今、お前が何が得意かっていうのを、うん、やっぱ今日試行錯誤して、うん、行こう。なるほど。どんな芸が得意か。森山のあいうえお作文。そう、森山のもーだよね。森山のリーで行くから、森山で終わるから。オッケー。うん、行くよ。うん、森山のもぽっかり。もう天然だよ。もう完全に天然だもん。いやだからそこはまあそっからですよ。
ぽっかり空が。いいね。いいのね。じゃあ、うん、森山のも、ぽっかり空が。森山のり、勢いよく開いて、森山のや、太陽の光が差し込んだ、森山のま、あー気持ちいい。金曜ジャンク、おぎやぎのメガネビーキ。お前の彼女ってブスだよな。お前の彼女ってブスだよ。いや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 、お前の彼女のブスだろ、負けるって俺の。聞けば見えてくる TBS ラジオ。 TBS ラジオ主催森山良子コンサートツアー2006から2007 40th Anniversary。 透明感のある歌声と歌唱力で幅広い年齢層から支持される日本を代表するシンガー森山良子のバラエティ豊かなステージは必見です。1月27日土曜日午後5時半から横須賀芸術劇場で開催。チケットは各プレイガイドで好評発売中。詳しくはチケットポート03-5403-3330 5403-3330 まで。2月13日水曜深夜3時からのジャンク2スピードワゴンのキャラメルオンザビーチは、またやります、オザロックフェスティバル2006インター。 CD かけまくる60分。さらに男子中高生は聞き逃すな、人気セクシー女優小沢マリアちゃんを迎えして男臭さ 120% のスペシャルウィーク。ダンシュンです。私のシリーズ独演会白ダンシュン黒ダンシュンが2007年始動します。初回の黒ダンシュンではネタ下ろしに挑戦、お互いにハラハラいたしましょう。2007立川ダンシュン独演会第1回黒ダンシュン、1月17日水曜日午後7時から新宿紀ノ国屋ホールで開催。チケットはピア、ローソンなどで12月16日発売開始です。詳しくは TBS ラジオイベントダイヤル 03-5570-5151 まで。落語初心者の方も刺激が欲しい方も入団旬にご期待ください。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。俺の口はビチビチだよ。それでは最初のコーナー、週刊2番手ニュース。決して一面を飾ることのないちょっとだけ気になるニュースを紹介するコーナーです。ちなみに今週のビッグニュースは、まあこうそうですね、はい、石原真理子が暴露本を発売と。はい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 、ね、これね、しちゃいましたね、暴露ね。すごいね、全部実名でしょ。怖いねこれね。これは怖いね。また実名でいろんなこと書いてんでしょ、これ。もうあんま言っちゃいけないようなこととかさ。いや、そうだよ。これはすごいことだぞ。なあ。まあ、あと、宮城県知事、談合容疑で逮捕。これ、そのまま東さんが。はい。あ、違う。そのまま東さん、もう言えない、いらないし。そのまま東さん、宮崎県知事に出るとか出ないとか言ってたんだっけ。あ、そうなの？あ、なんか四国とかそっちの方だったっけ？いや、違う。九州とかだっけ？ちょっと宮崎県。ああ、宮崎県ね。そうそう。まあ、まあまあ、ね。はいはいはい、はい。僕たちは、ここじゃないんです。はい、目をつけてるの。そんなところ。二番手ニュースなんです。はいはいはい。それでは最初の二番手ニュースですね、はい。ラジオネーム、カリスマバッターからの情報。うん。ゲームが正式スポーツ競技に。おー。うん。これ、はいはい、アジアオリンピック評議会 OCA がサッカー、バスケットボール、自動車レースの3つのカテゴリーゲームを e スポーツとして第2回アジア室内大会、7年マカオで新採用する、う
はいはい、戦略で頭脳を使い指先を動かす歴史としたスポーツだとドーハで開催中のアジア大会を利用し PR していると、はい、e スポーツは暴力性的なシーンがなく人気があるなどの基準から3つを選んだ。サッカーのウィニングイレブンなどソフトも決まっており、選手は各種目各国地域から最大1人とする、うん、ゲーム大国の日本が金メダル本命、うん、韓国が対抗というのが組織委員の見立てと。確かに日本人ね相当強いと思うよ、ウィニングイレブンは。そうだよね、大体あれね、もう日本ですげえ盛り上がったわけでしょ。いや俺だって超ウィニングイレブンやってたからさ。でしょ。でウィニングイレブンの確かに大会みたいなのがやってたんだよ、うん、俺やった時あれこれコナミか、コナミで、やっててコナミに誘われて、うん、ちょっとそういうミュージシャンとかさ、まあ芸能関係の人とかが集まるやつがあるからちょっと来てみないとか言われて、うん、でそれねピエール滝さんがね、うん、仲いいから俺、はい、滝さんに誘われて、あとスチャダラパーの、はいはいはい、人坊主さんとか、はい、みんなこうやってるから、うん、ちょっとやろうよって友達感覚でこう誘われて行ったら、まあ、うん、結構いたんだよ、うん、何人がいたの、30人がいたのかな、その時。おそれでテレビいっぱい置いてあってこう大会やるの。何トーナメントとかそういう感じ。トーナメントでやるの。最初リーグ戦からやってトーナメントみたいなのでやって、はいはいはい、それで結局ね、優勝したのは、うん、ダバディだったね。じゃあ日本人弱いじゃん。全然話違うでしょ今。トルシエの通訳だったね。通訳でしょ。うん。ただダバディがよ。フランス人でしょあれ。フランスだっけ。ゲームだぜ。うん。ウィニングゲームなんだけどよ、うん、フラット3を完璧に使いこなすんだよ。おお。トルシエ戦略だよね、フランス3って言ったらね。トルシエ戦略もあたかも自分の戦略かのように、まああいつの中では、うん、トルシエの戦略じゃなくて自分の戦略になってるね。おそうなの？すごいね、フラット3。お前、機能するんだ、ゲームの中では。すごいんだぞ。うん、こいつ本当に全部おかしいんじゃないかっていうぐらい、オフサイドトラップとかも完璧でしょ？の、うん、で、やってきてさ、それで結果優勝したよ。大体よくさ、ほら、日本代表の時にもさ、トルシエの通訳だったわけでしょ？そう、通訳だった。で、あいつなんか、トルシエの通訳通りじゃなくて、自分の意見をなんかすごい表情混ぜてたらしいな。指示出したらしいね、代表にね。な。そうなの、ね、ちょっとやっちゃいけないことしたらしいな。だからまあ、戦術的にやっぱ長けてんだよね、だから。いや、だからウィニングエヴァントルシエ相当強かったね。うん、だから日本人じゃねえじゃん、だから。そうなんだよな。日本人今強えって話になってる。そういう話から最後ダバディじゃん。ダバディが優勝したな。うん、あ、まあでもサッカー関係者だもんね。いや俺も相当強いよ。ああそう、俺相当で、だからピエール滝さんとか大したことないんだよ。ああ、はっきり言って俺からはしたら。でもさ、それやっぱさ、強いのってさ、やっぱ本当にサッカーを知ってないと強くないんだね、うん、あのね、これがまたね、うん、議論になるのよ。おお、いいよ、議論しようよ。これが、うん、あのね、所詮ゲームじゃない、はいはい、だからゲームサッカーするやつと、うん、本当のサッカーするやつがいるの。はい、まあ俺とかもサッカーしたから、やるならやっぱ本当のサッカーを、本当のサッカーしたやろ、ね、うん、ちょっと一回さ、くさび入れてとかさ、外に振って、くさび入れてから外に振ってからセンタリングみたいな、入れてから外に振って振りたい、うん、だろ、うん、そういうちょっとサッカーっぽいことやるんだろ、はいはい、だけどゲームサッカーがめちゃくちゃうめえやつって、うん、例えば、今で言ったロナウジーニョとか、はい、ゲームで相当すごいのよ、能力が高くて、ロナウドとか。なんかあんだ、100数字があって、能力が。だから個人技がすごいの、うん。だから、ロナウドと例えばロナウジーニョ2人で持ってっちゃってシュートとかしちゃうわけ。そうすると面白くねえじゃん。はいはいはい、はい。いくらなんでもさ、まあ、ダメよ。本当にロナウジーニョの試合でさ、うん、5人ぐらい抜いてってさ、うん、自分に1人で入れちゃうときあるよ。うん、まあ、だけど、そういう時もね、そんなんばっかで点取んないじゃん。うん。でもそんなことするやついんのよ。へぇー。もうゲームが上手いから、ロナウジーニョのその技をフェイントとかを駆使して、一人で抜いてっちゃって、やったりすると、確かに上手いは上手いんだけど、うん、こっちからすると、ゲームサッカーじゃなくて、本当のサッカー好きな人は興ざめなわけ。それさ、ゲームサッカーやったやつは、その本人は面白いの、それで。いや、面白い。個人技で抜いていくだけで。いや、面白いんだよ。勝てやいいから。もう勝ったよ、喜びだけだ。そう、だからすっごい今の個人技で打ったシュートすごくないって言われても、こっちからすると、本当のサッカー好きからすると、そんなのサッカーじゃないと。許せない。ゲームサッカーじゃんと。うん。って思うわけ、うん、で俺そういうのですげえ嫌だから、まあそれに葛藤したでしょ。でどっちなの、やはりは。俺はもちろん本場のサッカーですよ、うん、でしょ、うん、でそれで俺通信ができるわけ、ウィーリングイレブンって通信って何、だから PS2 とかで、はい、ウィーリングイレブンで全然知らない人とネット対戦できるわけ、うん、ああ、なんか聞いたことある。そうでしょ。でネット対戦で上位にいるやつって、うん、はい、半端じゃねえうめえんだけど、うん、結局ゲームサッカーが多いんだよ。ああ、はいはいはい、ゲームサッカー、うん、
それなら全く知らないやつとこテレビ、家のテレビでもうそのままやれんだ。そうだよ、全然知らないやつと繋がってもう全然知らないやつやるの。うん、だあれ性格悪くなるけどな、ちょっとな。なんでよ。だ本当にそういうゲーム作家で腹立つやつがいるじゃない、うん、そういうやつってすげえ強いからもう腹立ってくるんだけど、でもうこっちはでもそういうゲーム作家には屈しないと思って、うん、ちゃんとしたあのーうん、本場の作家、本物の作家、リアリティのある作家でやろうとするでしょ、うん、それで何回も何回もやって勝つとするじゃん、うん、でも勝つ残りのハーフタイムとかになってきて、うん、もうそいつ勝てないと思うと、うん、電源切ってきたりするんだよ。うわー、悪いやつだな。もう本当イライラするんだよ。悪いやつだなそれだから俺そういうのもあるから、俺このゲーム作家っていうのは意外にイライラしてちょっとやばいと思う。じゃあもうこういう大会もあれだ、ゲーム作家が主流になるわけね。そうです。でもダバディが優勝してるってことは、俺はフラット3を駆使してやってるわけでしょ結局。だからそういう人が勝ってほしいよね、うん、結局ね。まあね、うん、まあ、サッカーでいうブラジルに優勝してほしいみたいなもんでしょ、ワールドカップで、うん、そうですよ、ね、ちなみに来週このゲームで、はいはい、思い出しましたけど、うん、来週はですね、リスナー1名様に任天堂 Wii をプレゼントです、うん。おお、うん、来週 Wii を一人プレゼントしますからね。すごいよね。もう買えませんからね。買えないの？買えないの？でも、やり買わなかったっけ？俺買ったの。やり買ったんだよね。そう、俺はもう偶然。並んだでしょ。並んで買ったの。いや、偶然よ。だって俺さ、ニュースでもう完売ってよく言われてたよ。そうよ。うん、で、あれさ、だからビッグカメラとかそういうとこあるじゃない、うん、はいはい。俺は有楽町のビッグカメラ買ったんだけど、たまたま歩いてたら、うん、4日か5日の日よ。うん、並んでたんだよ。うん、だから、あ、すげえと思って、うん、売ってると思って、本当に内緒で急に売り出したんだろうね。だから、そこ取り掛かった人しか気づかないんだよ。ああ、もう買う人ってそういうことなのか。多分。で、並んでたから、わ、もしかしてと思ったらやっぱそうで、しかも、30人ぐらいしか並んでないの。うん、ああ、まあ知られて、ゲリラ的な感じだ。そう、だから多分、発売してすぐだったんだね、うん。で、ラッキーと思って、で、ちょっと次の仕事があったから、たまたまその時東京03が一緒だったから、うん、東京03の豊本ちゃんにお願いして、並んでもらって、うん、あとキングオブコメディのコンノ。はい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 。で、一人一台しか買えないから。うん。俺の分、ダメだから。うん。ダメだからってどういうこと？でもそこお願いして、本当に欲しいんだってお願いして、うん、ふざけんなよって言われながら、買ってもらったの。やったあれ。やった面白いよ、Wii。Wii ね。Wii は確かやりたいんだよね。Wii 超面白いよ。面白いよね、あれ。部屋でだって動かすんでしょ、あれ。自分で手とか。いや、汗かくよ。でしょ？本当に。それやりてえよなぁ。これをもう絶対やった方がいい。すっげえ面白い。すげえ。それは来週プレゼントするわけですね、これ。そうなのよ。買えないって言われるの。これはね、来週プレゼントです。はい。続きましてですね。はい、こちらでいいのかな、うん、うん。ラジオネーム。ガラガラドカンからの情報。うん。おしっこばあさん逮捕。ん？どういうことだ、おしっこばあさん。ん？なんだ？大阪府、うん。はい。ですね。うん。尿を隣の家にかけたとして、大阪府迷惑防止条例違反の疑いで、うん、無職、容疑者80歳を逮捕した。うん。去年夏から数十回かけたと見ている。調べでは、同容疑者は、コップに入れた尿を、うん。隣家の台所の窓ガラスに投げかけた疑い。計5回にわたって、ガラス窓や玄関ドアに尿をかけた。かけた。へぇー。すげえな。これちょっと騒音おばさんの次にねえ、ちょっと次に来たね、これね、おしっこおばさん。数十回もかけてんだ。うん、疑いがあるんだ。すげえな。すごいね。また80歳の王か。80歳のおしっこおばさんか。こう若きゃね。そういう問題じゃねえだろ。若きゃねって言うんだよ。まあしゃあねえと思うんだけどさ。うん、80か。これは痛い。80のおしっこは痛い。ねえ。うん。もうなんかある？隣の隣とか、なんか近所でそういう、すげえの、名物的な。名物的な、近所か。うん。なんだろうな。ちょっと考えとくから、ちょっと先言ってんじゃん。思い出しとくからさ。近所隣隣とか、まあ近所でよ。なんだろう。近所で？うん、隣まあ壁が薄いとかそういうのあったけど、あマンションね、あ、うん、壁が薄いぐらいしか今んとこ出てこないね。そうだね、ハーゲンチのそうあったね、メジロンに住んでる時、メジロンの時はドンドンドンって叩いてくるもんね。
叩いてきた。ねえ、うるさいと、うんうん。そうだよな、あんまないんだね、じゃあ、隣の家からとか、あの、そうだね。嫌なものって。ちょっと、なんかこう、振ってみて、あれだった、何もなかった。何もなかった、何もなかった。ごめんね、なんか。いいよ、いや、俺だってそれで、なんか、すごい、俺もなんかほら、逃れをして、さ、矢作に振っちゃったみたいだけど。いや、いいんだよ、俺、このおしっこばあさんの話は、まあ、これはこれですごい面白い事件じゃない？俺もそう思った。そうでしょ？うん。それで、それにこう、連動して、この前俺も隣でさとかそういう話があっかなと思って振っちゃったんだね。いやいや、それわかる。矢作は間違ってないの。そこ俺は用意しなきゃいけないの。本当は用意してここで言わなきゃいけなかったのよ。まあな、全部俺が悪いんだもん。いやだけどそれは用意してるかしてないか俺お前の顔見てすぐに判断してさ、うん、すぐに次行くのが俺じゃん。いや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 違うんだって。こういうやっぱ見えない努力をしなきゃいけないのよ。じゃあどうやんなきゃいけないのよ。いやこれどっちも悪くない。そうかな。うん、どっちも悪くないでいいんじゃない。うんうん、まあ矢作がそういうんだったらじゃあ今回じゃあすいません、うん、まあ一応そんな感じでなんかごめんな。いい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 仲良くやろうか。やりましょう、うん、俺たちの責任じゃねって。そうそうそう、そうね、うん、ねえー、さっき知事の逮捕ですね、宮城と言っちゃったけど宮崎ね。おお、そう、宮崎県で今宮城県知事がすごい怒ってるからあ、もうすぐ来たわけで、ね、宮城県知事から。そう、そういうこと言っちゃいけませんよ。うん、だから宮崎の知事が逮捕と。団子、そうです、そうです、僕もそう思ってたんですけど ね、 ね、言っちゃいましたね。もうね、おかしいね、うん、俺は。はい、ということで2番手ニュースどんどんお待ちしてます。メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。それがお前の出した答えなのか、おぎやはぎのメガネビッグ。ひき肉にしてやんよ。笑い飯の哲夫です。西田です。12月11日月曜日の笑い飯のトランジスタラジオくんは、日本一のワルは誰だ、笑い飯の最強ヤンキー決定戦スペシャル。ワルの中のワル、極悪非道のヤンキーのトップを決めます。ワルはそんなラジオとか出ないけどね。爆音で走り回るんでうるさいかもしれないんでよろしく。スタジオでバイクなんか乗れへんけどね。眠たいこと言ったら芝くんでよろしく。芝居てるとこ見たことないけどね。とにかくトラウマになること間違いなし。もう面白い番組やけどね。笑い飯のトランジスタラジオくんは12月11日月曜深夜3時から。鉄パイプで芝くからな。鉄パイプってどんなんかも知らんけどね。ビチビチだよ。のだめカンタービレとミチコスベルターニャ。ドラマ、映画、曲など様々なタイトルの続きを紹介するコーナーです。ではメールを紹介しましょう。はい、最初はラジオネーム健康食品の帝王。 CCB の曲のタイトルにも続きがありました。うん、ロマンティックが止まらないと信じていたのに。うん、信じたんだけどね。信じたんだけどダメだったんだ。うん、やっぱり、あ、止まらないんだと信じたんだけど ね、 ね、やっぱ止まるんだね。うん、いつかはやっぱ止まらない、止まらないと聞いてたけど止まるんだね。いつかは止まるんですよ、結局ね。CCB の人ね、うん、止まっちゃったもんね、あの後にパッと。うん、でも、うん、止まってもいないんだけどね。そうなのよ、本当はね。まあ、うん、あんまり触れないでおこうかな。うん、止まらん、うん、はい。続きまして、ラジオネームマイネームイズ底辺。うん、アメリカの大人気ドラマのタイトルには続きがありました。うん、セックス&ザシティ、うん、もっこり太郎のやりまくり天国。セックス&ザシティの方がいいもんな。うん、まあすっきりしてかっこいいよね。なんか見たくなるよね。もっこり太郎のやりまくり天国って言っちゃうとなんか基本的に急に下品になっちゃうね。そう、ちょっと家族で見れないな。セックス&ザシティってかっこいいもんな。うん、なんかやらしさが全然ないのよ。ないよな、そこには。うん、だからやっぱ決しそこはやっぱなくして正解なんじゃないかな。あれって結構見た。あー、でもちょこちょこね、その最初から全部見たとかじゃなくて、うんうんうん、たまにこう暇な時にたまたまチャンネルで合わせたらやってて見たぐらいで、うん、別に、うん、なるほど。じゃあもっこり太郎のやりまくり天国は俺なくてよかったね。なくてよかったし、日本人とかそんな出てないって感じじゃなかったけどね。、うん、もっこり太郎出てきたら興ざめだよな。うん、あんま出てない感じだと思うよ。うん、ラジオネームマスト、うん、
あのアントニオ猪木の名ゼリフにも続きがあった。うん。1、2、3、うん、だー !4、5、6、ぴょん1、2、3、だー !4、5、6、ぴょん何ぴょん何よ、ぴょんって。一番最初は猪木こういう風に言ってたらしいよ。おー、うん、一番最初ね、なんでダーを入れちゃったんだろうね、もし入れちゃった場合はね、ダー入れた後にちょっとダーでしまんねえなと思って、ダーで最初あんま受けなかったんだよ。盛り上がんなかったから、うん、4、5、6、ピャンも入れたのよ。だけどそっちの方が余計ダメだったんだから、1、2、3、ダーでやめたんだ。うん、うん、やめといたと。偉、うんうん、い偉いです。そういうことですね。うんうん、続きまして、はい、ペンネームブーメランチャンネル、うん、田村正和さん主演のあの人気ドラマのタイトルにも続きがあった、はい、パパはニュースキャスター、ママは新人ボディービルダー、新人ね、あれ俺ママの存在は明らかになってなかったじゃない、なってないよ、うん、実はママは新人ボディービルダーだったのよ。ひとみと愛と書いて瞳みたいな名前。恵みだよ。恵みか。だってあれお母さんはだってお母さん3人お母さん別だからね。ああ、そうか。うん。だからそこでややこしくなっちゃうから削ったのかな、うん、そこは。うん、全員新人ボディビルダーなのかな、それとも。3人。3人とも。ちょっとわからないですね。西尾さん、大塚さん。うん。何さんだっけ？あ、それちょっと。西尾さん、大塚さん。いいクイズだよ。うん。何だったっけ？西尾さん、大塚さん。ああ出てこない、このほらこのクイズ出た、これあるよね、で思い出せないクイズ、これ本当この場にいないさ、誰かに電話して聞くとあっという間答えられるんだよね、西尾さん、大塚さん、ああ出ないよ出ないよ出ないよ、これちょっと鈴木さん、そんな普通だった、鈴木さんだっけ、西尾さん、大塚さん、鈴木さんだろ、西尾さんがちょっと天然パーマの子だろ、まあまあ、うん、大塚さん可愛い子、すごい可愛い子で、鈴木さんがちょっと太ってる子だろ、ぽっちゃりの、うん、ぽっちゃり、あれ鈴木さんか、あれえその普通か、鈴木さんでいいんだっけ、これちょっとスタッフも誰もわからないよ、鈴木さん正解、鈴木さんだ、正解出ました、鈴木さんでした、スタッフもすぐ調べちゃうんだね、この時間で、そうですね、鈴木さん、ラジオネーム匿名、うん、ね、題名おーいと、はい、ね、ステッカーってまたこれステッカー忘れてますね、これステッカー癖がつかないからね、そうなのよ、うん、うん、そうなんですよね、うん、ステッカーはいいよね、こう終わってからこうステッカー選ぶのをいいよね、ステッカー選びにね、終わってからもね、うんうん、今じゃあ西尾さんの大塚さんで盛り上がった、うん、このペンネームブーメランチャンネルと、はい、まあ盛り上がったってほど盛り上がってないけどね、まあ、まあ、うん、はい、こちらの方に、うん、ペンネームブーメランチャンネルに、メガネステッカーうん、うん、をプレゼント、はい、ってことですね、はい、はい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 、まあね、こちらのコーナーもどん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 まだまだ募集しますので、うん、メールの方どんどん送ってください、はい、アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。あれ今荻の目光ったよ、本当に光ったよね、えママ本当だってば、聞けば見えてくる TBS ラジオ、あれ見て見て、今小木の鼻が伸びたよ、本当に伸びたよ、ねえ聞いてよママねえ、小木さん、はい、いろいろメールがですね、うんはい、今日のお題、森山直太朗を笑わせる作戦のメールが来てますので、いいね、心強いね、ちょっといろいろ参考にしてくださいね、はいはい、うん、まずラジオネーム現 A マーク2さんからね、はい、小木さん、はい、小木一で森山直太朗君のデータを解析すればどうしたら笑えるか分かるんじゃないですか、ああそこに小木一はちょっと反則でしょう反則とかない、そこで小木一を使うのは、まあ、ここで小木一使った方がいいよ、俺の父さん、いや小木一はやっちゃダメだと思うよ、モラルがあるからそこには小木一にはあ、そう調べるあれがあるのね、そうそこで調べちゃったらもう 100% じゃん、だってそしたら、あそんな汚い真似はできないってこと、ね、やっぱ正々堂々生きたわけ、なるほど、うん、じゃあね、ラジオネーム左だけ14歳の女の子、うん、
お、14歳の女の子ですか。うん。はいはい。小木さん、八木さん、八木さんのお母さん、こんばんは。こんばんは。直太郎さんを笑う作戦を考えてみました。うん。1、コンビ愛を見せつける。うん。うん。2、はい、1分に1度、ダジャレタイム。うん。3、ヘリウムガスをこっそり使う。4、小木です。ヤギです。直太郎ですというのを細かく言う。どういうことだ、細かく言うってどういうことだこれ。なんか言ってくのかな。5、最終手段としてくすぐる。私にはこんなのしか考えられません。でやっぱくすぐりは最終手段でしょ。いや、そこはやっぱ考えてますよ、やっぱその辺は。最後はそれしかないでしょ、うん、力でしょ、もう。そうよ、うん、そういうのあるよ。はい、なるほどね。コンビ愛を見せつける。コンビ愛見せつけるまじゃ笑わないだろう。だろうね。なあ、うん。1分に1度ダジャレタイム。1分に1回しか出てこないっていうのがな。うん、問題だよな。ヘリウムガスこっそり使うのは意外にいけると思うよ。見てないですけど。まあね、びっくりするよね。吸い込んで、うん。喋る。確かにそういう物に頼りたい。うん。うん、で、小木です、八木です、直太郎ですというのを細かく言うっていうのはちょっと意味がわからない。それ何なんだろう、この2時間の中でなんかどんどん細かく入れていくのかな。そうじゃない、俺が小木ですって言ったらすぐ、いや、いいです、だって直太郎ですってやってくれんのか。言わなきゃいけないんだもんね。そうだね。そうだよな。そっか。うん。あ、でもラジオネームゲームマーク2、ベタが好きならダジャレ100連発とかどうですか。ダジャレ100連発。うん。ダジャレってベタなの、まずその前に。まあ一応ベタの部類には入るのかな。うん。親父ギャグっていう感じだよね、ダジャレってベタというよりは。はいはい、まあね、なんかな、まあ、だってまだ30の人ですからね、うん、男の子は、うん、はい。ラジオネームパッション原、うん、おぎやきさんこんばんは、はい、森山直太郎を笑わす方法、うん、いいのあります。おお、直太郎の歌を流すと思わせて、うん、人力車が大滑りしたのにまた始めたビジトシの曲を流すのはどうでしょう。大滑りしたやつ、それな。これは辛かったな。今さ、カラオケボックスってさ、はいはい、全国ランキングみたいなのが出んのね。うん。あれを今っていうか、どこかの、例えばそのビッグエコーだとか、はい、ちょっとどっか忘れちゃったけど、ビッグエコーだったかな。うん。あんのよ。例えば、はい、じゃあ森山直太郎の桜を俺が歌わすでしょ。はい。したら今までその、うん、桜を歌った人のランキングで俺が何位かっていうのが出んの。ああ。だから、いっぱい歌われてる曲で100位内入るのはやっぱ難しいわけ。うん、まあね、はいはい。そうそう、やっぱライバルが多いから。はい。で、あんまり歌ってないだろうなっていう曲行くと、結構、俺ね、ビートルズの、うん、ストロベリーフィールズフォーエバー。フィールズフォーエバー。うん、タイトル何？それよ。でいいの？ストロベリーフィールズフォーエバー。で、俺2位になったんだよ。あれ結構歌われんじゃないの、だって。いや、あれ2位だったんだよ。歌われないのかな。俺はそれ探して、俺3位内入りたいと思って、うん、やったら俺2位だったの。すごい。そう。あと、リップスライムの、うん、なんとかディライト、うん。コマーシャルナイキの CM で使ってたやつなんだよな。ステッパーズ、ステッパー、うん、ステッパーズ、ちょっと忘れちゃった。それも2位だったの。で、俺山崎とそれカラオケ行ったの、あんたって、はいはいはい、ね、うん、で山崎とビジトジ歌ったんだよ俺、うん、ビジトジのみんなで歌った曲、うん、さあし波を揃えて歩いて行こうっていうビジトジ全員の歌、はいはい、それ歌ったの、うん、誰も歌ってると思ったら歌ってるやついて俺は2位だったんだよ。1位がいるんだ、そこの上に1位いたの。いや多分それを誰かでしょ、歌ってるやつの。いや、なんか変な、地方の人って、なんか出んのよ、地方の。ああ。どこどこ。あ、もうそこまで出んの？もう全国、だからそれは東北かなんかの人だったよ。もう、そういう地方、県名と。そうそう。俺と山崎で大熱唱したんだけど、1位になれなかったんだよ。自分たちの歌なのにね。そう。自分たちの歌で1位になれなかった。これあれも恥ずかしいな、この CD 流すのは。これちょっと恥ずかしいな。聞かれたくないから。これな、うん、パチンコ台出んだよな。ああ。ビートリーで。そうですね。そうですよ。うん。なあ。今週だったね、なんかそういう色あったもんね。やって、うん、で、来年出るんだけど、うん、一番俺が心残りなのは、小木が格変なのに俺が格変じゃないっていうところなんだ。あれね、すげえ文句言われる。助かったわ、俺格変で。超格変だから。超文句言われるんだよ。え？
お前はいいよ、おぎぎ来たらみんなに喜ばれるんだから、俺学園じゃねえの。そうだよ、だからやばいよ。うわ、ヤハギだって言われるんだぞ。うわーってなんでしょ。そうだよ、お前あの百人一首やってる時に、うわセミ丸だと一緒だ。セミ丸と一緒なんだ。そうだよ、学園じゃないってセミ丸扱いだよ。坊主と一緒だろ。そうだよ、坊主の中の坊主じゃん、セミ丸って言ったらもう嫌なやつだよ。そうだよ、もうおー辛いね。すげえ顔も似てるもんね、ちょっとやはりね、セミ丸ね。なんかね、セミ丸どっちかって言ったらお前、ああいうあの歌丸師匠みたいな感じだろ。いやいや、なんかそういう顔をやってやはりみたいなしわしわくちゃな。マジで。うん、でラジオネームひめがね、小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。ナホさんの幽体離脱ネタを作って、ナホ太郎くんにナホさんのことを心配させてみては。逆に心配させてみては。心配させて何よ、何、全然ダメでしょうよ。笑わないでしょうよ。まあそうなんで、心配させちゃダメ。そう、ダメでしょうよ。心配になっちゃう、本当に。まあだからさ、うん、まあいろいろあると思うんだよ、俺、作戦は。うん。な。はい。だから、俺ね、リスナー、この作戦もいいんだけど、うん、俺ちょっと考えた作戦は、はい。まずあれね、竹姫もね、竹姫も、うん、懐かしいね、竹姫も。だからこんな森やこんな森山木は嫌だ。嫌だ。限定で限界でテレビのちゃん最初にやるやつでしょ。そうです、そうです。まあ、ね、今で言ったら鉄拳がやる。ああ、そっか、うん、こんな何やねん、嫌だみたいな。それフリップに絵描いて。いや、絵描かなくていいよ。もうなんか1位全部やってくる。こんな森山木は嫌だで、ベロってめくっていって、はいはい、ネタをこう発表していくの。あー、うん、なんか一つや二つぐらいは絶対受けそうな気もするな。いや、絶対あるよ、たくさんあれば。だから俺ね、こんな森山家は嫌だっていうのをちょっと、ね、なるほどね、聞きたいね。リスナーにちょっと教えてほしいね。聞きたい、聞きたい、うん、あとね、活用したい。直太郎絵描き歌、うん、おー、うん、顔のそう、直太郎のね、いい絵描き歌を作ったから、うん、ちょっと聞いてくれって言って、直太郎絵描き歌、それ丸描いて蝶みたいな。うん。うん。それを直太郎の前でやって。そうそうそう。ああ。そういうのいいんじゃない？なるほど、なるほど、うん。どんどん出てきてんね。そうでしょ？いいね。うん。うん、俺そういうのいいと思うよ。まあ、いや、いいっつんだったら、まあ間違いないからね、これね。そうでしょ？ウケるよ。だからそういうのちょっとどんどん募集していこう。はいはいはい。ね。うん。この募集は、あ、やべ、あ、どうしたどうした。じゃあ俺またさ、ステッカーあげるの忘れたと思ってさ。うん。いや、いいんじゃないの、ステッカーあげて。これだっていい。これはいいのかってのはないよ、多分。いい作戦を出してくれた人にはステッカーあげたっていいんだろ。いいんだよ、いいんだよ。だろ。うん。うん。いや、この14歳の女の子にあげる。偉いよね。ラジオネーム。14歳の子。うん。左だけさん。はい。うん。ということで、今僕が言ったようなメールをまたどんどん募集してますので、うん、どんどん送ってくださいね。うん。じゃあ次のコーナー行きましょうか。はいはい、はい、続いて久しぶりのこのコーナー、うん、インゴ講座。インゴ、それは正面切って言いづらい言葉を別の言い方にして喋られる言葉に変えたもの、うん、このコーナーはリスナーの知っているインゴとその使い方を募集します。それでは最初のインゴ、はい、ラジオネームモバイブ、この方34歳の女性です、うん、うん、こをすることの隠語、うん、仁義。それでは使用例の方をお聞きください。そこの木陰で仁義してくるね。そこの木陰で仁義してくるね。いいねいいねいいね、これこれいいですね。この木陰で仁義してくるね。この木陰仁義、このお控えなすってのポーズが似てると、うん、ああ仁義にね、うん、あ、そうかそうか、仁義に泣き戦いよりね、うん、うん、お控えなすのこれが、なるほど、隠語することの隠語で、そこの木陰でちょっと仁義してくるね。仁義いいね。うん、なんかね、うんこもなんか仁義っぽいしね、なんかそういう。だってこれかっこいいじゃん、なんかトイレ行ってきてさ、うん、例えば学校で、小学生の時とかってさ、うん、やっぱうんこちょっと恥ずかしいじゃん。いえ、もう一番嫌な年頃ですよ。それでちょっとこう帰ってくるのを教えとさ、お前うんこしてきたろとか言われる。いやいや違うよ。うん、仁義仁義って言うわけじゃん。違う、仁義だよ。かっこよくなるね、ああ一気に。そしたら全然これはいじめられませんよ。うん。仁義、それいいですね、それ。でしょ、うん。仁義。これはもうステッカーです。はい、これはもうそうですね。うん。これは番組ステッカー。うん。続きまして、ラジオネーム、セルライト。奥さんが、不細工な
ことの因果俺流。それでは使用例の方をお聞きください。あいつで行く、これが俺流だ。あいつで行く、これが俺流だ。かっこいい、かっこいい、かっこいいね。あいつで行く、それが俺流だ。かっこいいな。いいね、俺流ってかっこいいね。俺流はかっこいいよ、うん、これお前使えるな。使えるね。俺流だよそれ。お前何、お前の俺流なの。あれ完全な俺流だよ。完全な。いやいやすごい、なんか俺流と言われるとなんか反対もできないもんね。よくあの子いいじゃんとか言ってもさ、ナンパみたいな感じでさ、昔とかもさ、いやでもあの子なんとかじゃん、もう可愛くねえじゃんとか他が止めるじゃん。わかるわかる。でやっぱ止められるとすげえ、こっちもさ、本当は行きたいのに、なんか友達が止めるとなんかそこで行くとかっこ悪い感じがしてさ、そうだよなみたいな感じでやめるじゃん。で俺流だって言葉使うとなんか一気にかっこよくなるね。なるし止めづらくもなるしね。あー確かに俺流かっこいい、ね、かっこいい、うん、これもステッカー、ステッカーいいですよ、ね、インゴインゴいいですね、インゴいいですよ、うん、続いて埼玉県ラジオネーム東大生 AV 嬢。どっしりすぎた花のインゴ、ラクダパナコ。それでは使用例の方をお聞きください。砂漠で出会ったラクダッパナコ。砂漠で出会ったラクダッパナコ。砂漠で出会っちゃうの？なんでさ、砂漠で出会う。砂漠でいないだろ、ラクダッパナコは。ラクダはいてもよ。ずるいよね、その砂漠で出会ったって。ラクダッパナコいないよ、砂漠には。これ大体隠語になってねえよ。なってないもんね。嫌じゃん、だって女見てラクダッパナコ、どっしりすぎた花のね、見て。そう。君ラクダッパナコだねさ、絶対悪口言われてる気がしちゃうもんな。ね。もう隠語ってもっといいような言葉とかさ、全くその結びつかないような、わかんない言葉がいいのに、もうこれひどいもんね。ラクダッパナコね。これはダメ。もう完全だもう。これ隠語じゃない。これもけなしちゃってる、ラクダッパナコ。バレバレ。ね。うん。これラクダッパナコ。いい言葉じゃない。これはいい言葉じゃないです。うん。これは、ダメです。はい。大ダメ。これはダメです。はい、ダメ。続きまして、東京都ラジオネームスラッシュメダル。うん。下ネタをガンガン言う女性の隠語。うん。アースホルミ。それでは使用例の方をお聞きください。始まるぞ。アースホルミのエアセックス。始まるぞ。アースホルミのエアセックス。なにそれ、もうコーナーみたいになってるから、なんか。下ネタをガンガン言うレベルじゃねえじゃん、ね、もうエアセックスまでしだすの。エアセックスする人に対してそんな隠語いらないでしょ。いらないよ、もう。もう、普通にいいじゃん、もうエアセックス。もうそいつしかいないよな、アースホルミっていう、もう。隠語っていうか、そいつのことをアースホルミって言ってるよな。そいつの名前だもんね。名物で。うん。なあ。隠語じゃねえ。隠語じゃねえんだよ。いらないよ。うん。エアセックスする人に。インゴなんて。これはインゴではありません。ね、これはもうこういうやつです。うん、アースホルミってやつがいるんです、これは。きっと。ダメです。これもダメです。はい。インゴではありません。うん、いいですか、皆さん。インゴはですね、説明しておきますと、バレない言葉ですからね。そうなんですよ。隠す言葉と書きますから、うん、失礼なことを言うときに使いやすいとか、うん、あとあんま人に聞かれたくないときに、その、言葉をちょっと変えて言うとか、そういう意味合いですので、ね、そういうのをどんどん送ってくださいね。そうね。うん、はいはい。アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。おぎやはぎのメガネビーキ。俺の口はビチビチだよ。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。そうだよ、俺はイタリアンだよ。いや、リスナーはね、はい、相当やっぱ小木を心配してくれてるね。おぉ。作戦がやっぱどんどん来る。いいね、なんか、まあそれ嬉しいのかわかんないですけど。いや、これは本当に心配されちゃってるんでしょう。うん。ねえ。はい。じゃあね、まずね、ラジオネーム紫徹。はい。直太郎さんの前で、うん、天然キャラを演じて、うん、おならをしたりして、その時に、プーしちゃったとか言う。プーしちゃったね。天然キャラをまず演じないといけないから、うん、まず天然練習しとかないとダメだよ。天然練習か。そうだろ。だから、お前どれだけ天然いけるかどうか、ちょっと試してみる、うん、天然ね、うん。天然難しいわな。俺質問するから。
大体天然の人で質問に対して天然な感じの答えだよね。答えですよ。感じっていうのは僕わかんないけど。そうでしょ。うん。うん、小木さんは、小木さん今日朝何食べました？あのね、今日は、朝は、夜ご飯の、ものを食べるって決めてるから、朝は、夜ご飯と一緒ってことで、何も食べてません。それ天然じゃなくない？どういうことだっけ天然って。天然だよ、天然って変なこと言えないんだから。変なことでしょ。そうだよ、何も食べてませんよ、全然天然じゃないから。ああ、ね、いいですよ、いいですか、小木さんは、はい、好きな、スポーツって何ですか。数学。やっぱ一番かな。小木さんはどういうタイプの女性が好きなんですか。やっぱ筋肉があるような肩幅の広い人、男の人かな。へえ、そうなんですか。小木さん一番今行きたいところは。そうだね、宮城。なんで宮城が天然だと思ったのかな。宮城かな。あ、そう。うん。小木さんは、何ですかね。休みの日とか何してるんですか？休みの日？基本働いてる。天然ダメだな。天然難しいよ。天然ってお前もっとあるだろ？向こうのが天然っぽい気もすんだよな、なんか。お前もう天然キャラもダメだぞ、もう。やばい、天然キャラ取られたら何も残らない俺。何ができんだよ。ちょっとそれはやっぱリスナーの人が分かってくれてるでしょ。他にも来てるでしょ。来てるよ。来てますよ。小木さん、はいはい、ラジオネームエルボー、エルボーさん、小木さんが、直太郎さんの言葉に全部キレゲーで返すのはどうですか。キレゲーで返す。キレゲーだよ、だから今天然キャラから今度キレゲーだよ。逆いくね。はいはい。キレゲーできる。キレゲーね。だってどういうことなんだろうな。直太郎さんの言葉に全部キレゲーで返すから、普通に話していて、俺がじゃあ直太郎くんやるから、普通に話してて、全部キレんのよ。全部キレていくんだ、そこに。俺になんか直太郎くんに俺にまず質問してみ。そしたら俺答えるから、それにキレりゃいいんだから。最近どう？レコーディングの方進んでる？まあぼちぼち進んでる。何がぼちぼちだよ、おい。ぼちぼちっておかしいだろうよ。仕事だろうよ、お前、それ。ああ。ぼちぼちおかしい。ちゃんとやれよ。ああ。ほんと、もう、はい。どうなの、最近は。彼女とかもいんの、今。いや、彼女いるかどうか、ここで言えない。言えよ、バカ。聞いてんだよ、お前。聞いてんのに、お前、言えないってどういうことだよ。いや、だったけど。え？ああ。なよ。いやさ、なんか美味しい店とかある、最近。ちょっとそう、行きたいんだけどさ。西麻布で結構。西麻布ってなんだよ、お前。西麻布なんて行かねえよ、なもう。おかしいだろ、西麻布なんて行けばどこだって美味しいよ、なもん。いや、でもイタリアで。イタリアじゃねえよ、イタリアじゃねえよ。イタリア料理がうまい。和で行けよ、そこは。和だろうが。ああ。何言ってんの。はあ、じゃねえよ。なんだよ。いやじゃねえよ。どうしたんだよ。どうしたんじゃねえよ。なんだろうな、キレゲー。今のキレゲーなの？今のって。キレゲーってのはよくわかんねえんだ、俺も。キレるってどうだろう。じゃあわかんねえけど、でもまあ。キレてんのか。まだキレゲーまともだったかな。キレればいいんだっけ。キレればいいんだよ。何かしらにキレてりゃいいんだよね。そうよ。キレゲーってね。うん。だから俺、今みたいな感じいいんだって、いいんだよ。多分質問して、俺がせっかく直太郎くんが答えたのにもかかわらずキレるんだよ。で、言われた本人ってどう思うの、それ。いや、嫌な気分。嫌な気分になっちゃうでしょ。嫌な気分をする。普通に質問して、こっち普通に答えたんでしょ。うん。それに対して切れたら、嫌な思いするし、それ。なるほどね。ダメでしょ、嫌な思いさせたら。ああ。そうね。これはどう、こんな森山家は嫌だ。こんな森山家は嫌だで。もう来てんの？来てる来てる。すごいね。竹締めも。はいはい。うん。
こんなラジオネームポンチョ佐藤、こんな森山家は嫌だ、少し褒めたら調子に乗る。いいですね。いいね。ラジオネーム最後のアンチテーゼ、こんな森山家は嫌だ、階段がピアノの鍵盤だ。はいはい、うまいうまい。ラジオネーム、大、こんな森山家は嫌だ、森山家全員が幽体離脱ができる。すごい来てる、まだあんの？ありますよ。これやっぱずっと全部流してきますからね。ラジオネーム、ズミ村正則、こんな森山家は嫌だ、家族揃ってチェリーチャンネルを見る。はい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 、そこツボっぽい気もする、ね、うん。ラジオネーム、夢見る浪人生、19歳女の子、こんな森山家は嫌だ、みんなでオナニーを見せ合いっこする。気持ち悪いなぁ、想像したくね。ラジオネーム、パシオン原、こんな森山キーは嫌だ、かまやつが全ての権限を握ってる。やだね、こんな森山キーは嫌だ、ラジオネーム堀尾ね、こんな森山キーは嫌だ、直太郎が笑わない。うん、あ、なかなか、ね、すごいよすごいよ、いいね、来てますね、はいはい、だこんな森山家は嫌だ、なんかいけるね、ね、なんかテンポがあってなんか、いいね、笑いやすいね、なんかね、いいね、うん、これだって一個でも引っかかりゃいいんだから、そうだよ、であとはやっぱりこの小木さんのキャラクター、はいはい、もうやっぱ考えていかないと、そう、全部キレゲーで返すとか、天然、天然ね、天然とキレゲーどっちがいいかな、どっちがいいのよ、天然、キレゲーちょっと極める？キレムゲーね、極められっかな。キレゲーいけたらいいんだけどな。ちょっと質問してみる？不思議からのキレゲーみたいなの。不思議からのってどこだ？からのって何？不思議からのよ。不思議ちゃんキャラ。いや、不思議ちゃんキャラ、お前さっき、ねーとか言ってたけど、そういうことじゃねえから、いいの別に言い方とかは。なんで、そういうことなの、不思議。天然なんだから、変なことをじゃあすぐ返す練習しよう。変なことをすぐ返す、ね。そうそうそう。とかじゃなくて、じゃなくて、質問に対して、すぐに天然で返す。天然で返す。ね。おいい？すごいね。うん。質問に対してすぐだよね。すぐ。もう即答よ。はいはい。こういうやっぱ訓練をしていかないと天然キャラって極められないから。なるほど。一秒も空いちゃいけないぐらいの。もうすぐ。速攻返す。ちょっと待ってくれよ。いいですか？よし。ね。うん。小木さん。うん。小木さん何歳ですか？うん、24歳。なんで24歳が出てきたんだろう、小木さんの性別は？うん、女です。小木さん。うん。身長何センチですか？158。体重は？24。体重24キロ。うん。あ、そうですか。はいはい。小木さんの、うん、好きな国は？ヨーロッパ。ヨーロッパ。小木さん好きな動物は何ですか？うん、猿。好きな。答えてるよ、今。うん。うん。うん、好きな、はい、シャツの柄は？うん、月のようなやつ。月の柄。うん、おじさん、どんな時に爪を切りますか、うん、やっぱそうだ、長いかなと思った時。もう全部普通に答えちゃってんじゃん。もう即答ってすごいんだよ、これ。難しいんだよ、これ。全然できないじゃん。即答だぞ。なんかもう、ね。お前、できないの？お前。即答難しいな。即答ですぐ天然って言わないとダメ。天然で言ってくよね。そうですよ。来たりはなんかもうちょっとうまくいけるかもしんないよ。もっといける？なんかね、今、うん、本当の答えっていうか、うん、なんか似たような数字とか。小木さん。はい。好きな俳優。役者広司。役者広司って。役者広司ね。あー、天然だね。うん、まあ、それはなかなか天然でいいね。うん、役者広司。好きな俳優、役者広司。あー、なるほどね。うん。はいはい。あー、もう怖い。質問が来るのが怖い。うん。今まで見て、うん。一番面白かった映画は何ですか？猿の工作。
工作。いや、猿の工作。は？わかんないわ。出ちゃった、それが、もう。なんかこう、はい、キリがないね。そう、全然出てこないの、もう。すぐにパッと言わないと。タイトル名は難しいかもよ。天然っていうのは、うん、なかなかできないからね。はいはいはい。うん。うん、じゃあ、一番好きな、紙のサイズ。長いやつ。紙のサイズ？うん。何の紙って？ A4 とか B5。あ、そっちはね、紙の。じゃあそれ踏まえて、一番好きな紙のサイズ。うん、C5。これ全然ダメだな、これな。ダメだね、出てこないね。うん。ちょ、天然極めたいけどな。難しいかな。でもなんかもうちょっとでいけそうな気もするんだよな。その魂胆がよくわかんないけどね、自分でその根拠がないんだけど。うん。なんか練習していけばなんかいけそうな気がする。じゃあ、それやろう。それも。直太郎くんに、俺が振るから、小木ってすげえ天然なんですよ、と。なるほど。はいはい。すげえ天然だから、なんかもう質問してもわけわかんないんですよ、と。うん。うん。その普通の天然は変な普通に言うけど、小木即答で、やっぱ天然ってのはすごいですよね、って言うから、直太郎くんなんか質問いろいろ、質問項目書いとくから。はいはい。もう20個ぐらい。うん。それに対して小木がすぐ天然で答えて、うん。やっぱすごい天然だったらやっぱ笑い来ると思うし。まあ、天然ってさ、やっぱ笑いやすいもんね。素直に笑えるからね。そうでしょ？そうそうそう。あ、これ、なんか、自信あるな。ある？なんか知らねえけど。うん。あ、そう。自信あるよ。あ、そう。うん。20ぐらいあるんでしょ？多分質問が。あるよ、あるよ。まあ。いや、小木さん。はい。どんな時セックスしたくなりますか？うん、そうなの。そうなの。あー、はい、そうなのっつっちゃったもんね。もう、そんな、もう急に来んだもん、今。あー、じゃあもうこれも募集します。小木さん、即答できないから。質問と天然の答え募集します。全部リスナー任せでいくよ。それはだってそんな、あんまりほら、あれって即答だから、凝った答えはまずいんだよね、だからそこはね。考え込んだ。いや、だけど考え込んだいい天然もあるから。まあまあ。うん。でもそこは即答なりのちょっとした頃。うん。欲しいよね。天然っぽい答えっていうのはやっぱ、うん、はいはい、欲しいじゃない、うん、だからこれも募集しますね。おー、頼むよ、ちょっとリスナーの皆さん。うん。任したよ。はい。それではどんどん募集しますと。うん、続いてのコーナーはこちら。世界遺産。それは太古の人々が築き上げた人類の宝。おぎはぎ認定世界遺産。リスナーの知っている世界遺産を紹介してもらうコーナーです。最初に紹介するおぎやはぎの認定世界遺産は、うん、神奈川県ラジオネーム徳川リンダ。はい。これまで様々な世界のこれまで様々な世界の遺産が紹介されたが、この日本にもあるのを忘れてはいけない。うん。北海道の知床だ。見るものを圧倒する自然の脅威は日本が誇る遺産である。しかしその知床岬の岸壁にも遺産があることは意外にも知られていない。それが静子の男である。知床のスナックやんちゃ姫のママ静子が、うん、自分の理想とする男の顔を勝手に岸壁に掘ったのがあまりにいい出来だったのでそのまま残されたとか。ちなみに静子の男の顔は小林年次にらしい。2006年12月8日酒と涙の世界遺産に認定。あったんだ、知床の先の崖のとこだっけ。やっぱ今までほら世界にしかないと思うんだけど、やっぱ日本にもあるね。なかったのにね、あったね。これ近いから見に行きたいね。うん。うん、休み取って。いやー、そんなにね、小林年次になんだ。そうなんだ、ね。いい男だよね。そうだね。これちょっと見に行きたいね。スナックやんちゃ姫のママ静子が作ったね。岸壁に掘ったんだね。岸壁に掘るんだ、自分のタイプの顔を。これなるでしょ。なるね。時代はいつなんだろうね、それって。これ時代書いてないけど、ね、やっぱスナックあるからそんなにね。まあな、まあそんなだよね。昭和とか昭和の頭か。うん。あ、なるほど。近代遺産だ、ね、だから3、40、近代かもね。近代だね。うん。結構新しいのに遺産になるってな、すごいよね、それは。そうだよね。これいいね。うん。これステッカー。はい。ステッカーをプレゼントです。うん。
続きまして東京都ラジオネーム大山アーサー。ギリシャの首都アテネに建てられた古代文明の英知パルテノン神殿、その神殿の中の一室に鍵がかかった部屋がある。それが今回紹介する遺産、パジャマシンバル隊の小部屋。その小部屋の中ではパジャマを着た女の子数人がキャッキャ言いながら自由にシンバルを叩いている。あまりに自由に叩くので一度たりともリズムが合ったことがないらしい。一度一人の女性がたまにはみんなでセッションしようよと訴えたが、他の女性が叩いたシンバルの音でその声はかき消されたという。2006年世界不思議チック遺産に認定。すごい、それはすごい。やっぱ一人ね、やっぱ出てきちゃうんだね、そういうの。なんかね、いや、あのね、合わせようとか言うの、いや絶対合わせたくなるんだよ、あまりにも叩くから。これはだから言ったんだよね、だって合わせたくなるじゃん、やっぱあまりにもバラバラと。そうなのよ、ちょっと一回やって、ちょっと、あ、もういや、バン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 。すげえなー、シンバルでそれをかき消したやつ。すげえな、偉いよね、そいつのやっぱ手柄だよね。そこでだってなっちゃったらもう合わせちゃったら終わりじゃん。合わせちゃったらだって有名になっちゃうもん。でしょ、もう、シンバルで、すごいシンバルでその綺麗なハーモニーを描くプロ集団がいるってやっぱ有名になっちゃうから、そっちになっちゃうからね。そうそう、書き消したやつはすごいな。すごいんだよ、勇気だよね、それも。すごいね、ということで、はい、おぎやぎ認定世界遺産、まだまだ、こちらもね、あれステッカーあげましょうか。メガネシールあげる。メガネシール。よし。ということで、まだまだ知られていない世界遺産をどんどん送ってください。アドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp です。おぎや戦車でやってくる、おぎやはぎのメガネビーチ。太田さん。世を忍ぶ仮の姿の人、こんばんは。なんだ、元は何でしょう。これは僕が思ったことです。僕のいい言葉なんだ。いい言葉、まあいいよいいよいいよ。すごいね、こいつが思ったいい言葉。涙は女の最大の武器とよく言うけど、本当は違う、女の本当の最大の武器は笑顔なんだよ。お前が言うな。お前が言ってどうすんの。12月12日火曜深夜1時はいい言葉スペシャル2006火曜ジャンク爆笑問題カーボーイ。 TBS ラジオジャンク、この番組は週刊ヤングサンデーの提供でお送りしました。そうだよ、俺はイタリアンだよ。もうというわけでね、はい、早くもエンディングですけども、どしどし、小木さんの、はい、メールが、直太郎くんを笑わす作戦メールがいろいろ来てますので、はいはい、これもそろそろ決めないとまずいけどね。はい、そうね、さっきもあの募集もまだ来てないですか、あれは。天然答え。天然答え、天然答えはね、はい、来てます。早いな。早いんですよ。すごいね。天然ごとも来てるんですよ。はい。ラジオネームあなたの肉野菜。どんなスポーツが好きですか。答え、パーマネント。天然ですね。天然だね、確かにね。天然ですね。はいはいはい。ラジオネームマスト。質問。はい。尊敬する人は。答え、パリジェンヌ。はいはい。これも天然ですね。いいですよ、いい答えですね。はい、なるほど。ラジオネーム、みぶたけし。小木さんの好きな曲は？答え、夏の桜に森山直太郎。天然ですね。天然です。はい。ラジオネーム、じじい小僧。質問ね、はい、もし宝くじで3億円当たったら何を買う？ねえ、ハム。はい、天然、天然ですね。ラジオネーム英国メガネ。小木さん好きな果物は何ですか？
生卵。あ、これ天然ですね。うん、なかなかね。天然多いよ。いいよ。うん。これ僕のラジオネームちっちゃいおじさん。僕の友達が本当に答えた天然の答えです。はい。こういうのいいね。ああ、そういうのいいよ。うん。すごいよ。そうでしょ。うん。まずね、好きな動物はって言われて。うん。三角定規。本当に答えたそれ。本当に？で、え、何座？電子レンジ。いや、ここぐらい飛んでなきゃダメだね。飛びすぎでしょ、天然は。そんな飛んでいいの？え、ここまで飛んでいいんだって。好きな動物だって三角定規だぞ。すごいな。何座って聞かれて、普通は何座って言われたら、やっぱ、なんとかだ、ほら、餃子とかさ、なんかあるじゃん、そういうのもただのボケだから。うん、座が作るやつね。やっぱ電子レンジぐらい飛ばないとダメです。すごいな。あとね、はいはい。まあ、天然個体ではないですけども、うん、はい、ラジオネーム半魚人からね、はい、作戦としてですよ、うん、おじさんやっぱ得意なのは赤ちゃんあやす人、うん、これをおなたろうにしてみてはいかがでしょうかと。だからおなたろうに、うん、一応だから全部おぎにこう毒を吐いてもらうと、俺に対して毒を、うんうん、それに対してお前が直太郎おなたろうをあやすみたいな感じでいく。なるほどね。ただ俺がまたおなたろうの役をやって、うん、おぎの文句言うから、うん、それをあやしてみじゃ、うん、ちょっと、うん、あやす感じでね、はいはい、うん、おぎさんって、うん、僕思うんですけど、うん、全然面白くないですよ ね。そんなね、面白いね、面白くないって言っちゃ嫌よってね、面白くないって言っちゃダメなんだよって、うん、だ全然、うん、顔も面白くないです。顔のこと言っちゃ嫌よってね、お兄ちゃん顔のこと言っちゃダメだよって、うん、はい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 、うん、なんか、おじさんって一回も笑ったことないですか。笑ったことないなんてダメだよって、そんなとこ触っちゃ嫌よって、うん、笑わないよって、変なとこ触っちゃうよって。おじさんなんで髪型ずっと一緒なんですか。一緒じゃないよって。お兄ちゃん触れちゃダメだよって。ダメなんだよって。メガネもすっごい気持ち悪いですよね、おじさんって。そういうことね、言っちゃいけないんだよ。ね、メガネ似合わないですよね。似合わないんじゃなくて、そのとこ触っちゃうよって。ね、似合わないんじゃないの、そのとこ触っちゃうよって。おじさんって笑顔がすげえ気持ち悪いですよ。気持ち悪くないんだよ、そのとこ触っちゃうよって。なんで、シャツ着るとき第一ボタンまで閉めるんですか。気持ち悪いですよね。そのとこいじくっちゃ嫌よって。うん。第一ボタン、いいんだよって。お兄ちゃん好きなんだよって。まあね、うん。これ笑うかな。まあね、そらね。もう何を笑うか分かんないから、もう。いろいろとまあ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 、うん、やってみましょう。そう。まあ一応ね。これさ、どれ辺ぐらいまで笑ったら、これ、あれなのかな、勝ちとかっていうのは。いや、それはだから、一応、聞きましょう、うん、来て。来て、まあ、本人と、まあ、そういう、ちょっとこう、いろいろ考えて。だってさ、やっぱりさ、はいはい、なんか知らないけど、例えば俺で笑っちゃったとかさ、あとなんか自分で想像しても、まあ、例えばじゃあ、その、今日、ラジオ来た時にね、うん、10回笑っちゃいけないとか、それは直太郎君に決めてもらおうか。ああ、回数とか、うん、例えばなんか。5回笑ったら負けと。うん。うん。オッケー、オッケー。まあ、じゃなくてもいいよ。なんか、笑ったり笑わなかったりでも、最終的に、うん、合格か不合格か決めてもらってもいいし。ああ、それもいいね、最後にね。そう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 。うん。うん、でも笑わないよ。まあ、一応ね、来週、メガネビキに森山直太朗くんが、本当に登場します。そうなんだよ。小木と奈穂の結婚を認めてもらうために小木が直太郎を笑わせますと。はいはいはい、はい、さらにその日放送を聞きの皆さんの中から1名になんと、うん、任天堂 Wii をプレゼント。それすごいですね、はい、こちらですから、ぜひ聞いてくださいね。はい、うんうん、あとね、来週木曜日のアンタッチャブルのシカゴマンゴーに、はい、うん、僕ら出演しますね。ああ、そうですね。熱リーグ。はいはい、熱リーグの方、ちょっと、出させてもらってますよ。うん。うん。こっちでも出ますと。そうそう、そうですね。熱リーグじゃ熱造の話だよね。そうです、そうです。今まで、こう、いろんなエピソードトークして、うん、こっからが、
捏造しました。そう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 、そういう話を暴露するんでしょ。そうですね、それを一応出てます。はい、あとね、先週お知らせしました笑える声はしたくないのおぎやぎ巨大パネルの当選者を発表します。ちょっとあれ来たの、そんな来てるんだよ。当選したのは、はい、東京都の吉村由紀子さんです。おめでとうございます。あら、おめでとう。あらー、あれでかいんだよあれ。うん、去年の12月11日に 2K から 3LDK に引っ越したので相当でかい、かさばっても大丈夫と。うん、未だ殺風景なリビングに、あれはよく彩りを与えてもらえませんか、覚悟はできていますと。うん、なるほど、じゃあ全然広いから大丈夫なんですね。ねえ、うん、そっか、ネットとかで見てんのか、このどんな感じのやつなのかとかね。そうですね、うん、ということで今回いろいろ案出ましたね。はい、まあ、ボケ作文とか竹締めも、うん、あと直太郎絵描き歌、うん、この辺もどんどんいいのあったら送ってくださいね。頼みますわこれ。そうですね、あと荻のキャラ付けっていうのもあるし、うん、まああと天然、うん、天然キャラのそのさっきの質問答え、あと切れ方、何でもいいですから、何しろ困ってます。はい、荻の応援メール、ネタメール、いろいろ送ってください。お願いします。来週はいろいろ荻対森山直太郎、いよいよ本番ですので、ぜひぜひ来週皆さん聞いてくださいね。うん、はい、それではおぎやぎでした。さよなら。さよなら。